2017磐田 U12 国際サッカー大会。この番組は磐田スポーツ交流の里夢ビアよりお送りしてまいります。この大会は12歳以下の選手で構成されました。国内9チーム、国外3チームの計12チームが参加した国際大会で、7月27日からここ磐田市内各所で試合が行われ、本日この後3位決定戦と決勝戦が行われます。放送席解説はジュビロ磐田強化本部育成部長石上芳乃さんです。石上さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして実況は鈴木誠也でお伝えしてまいります。現在の気象コンディションなんですが、気温は30度、湿度は 66% のコンディションです。いや、今日もなんか暑い一日になりそうですね、石上さん。そうですね、暑いですね今日は。そして昨日までの3日間、非常に熱い戦いが行われたと思うんですが、はい、ご覧になっていかがですか。昨年比べてですね、はい、選手の個々の能力ですか、本当技術が非常に高くなってきましたね。はい、はい。この後は3位決定戦9時から、そして10時30分から決勝戦が行われますが、楽しみですね。楽しみですね。ではここでこの大会が開催されています、ここ磐田市をご紹介しておきましょう。まずはこちらをご覧ください、どうぞ。磐田市ラジオ番組のキャスター、井川恵美です。磐田市は総合力でナンバーワンを目指す人口17万人の都市。そんな磐田市の魅力やいいところをイメージキャラクターの疾平と一緒にご紹介していきましょう。静岡県磐田市は日本のほぼ中央、太平洋に面しています。奈良時代には国の要として遠江国の国府が置かれ、江戸時代には東海道見附宿として人と文化が交流する拠点として栄えてきました。現在でも東西へのアクセスの良さを生かし、商工業、農林水産業ともに発展。お茶、メロン、白ネギ、エビ芋などの農産物、シラス、フグなどの海産物などが全国有数の産地として知られているほか、二輪車や自動車をはじめとする工業製品の出荷額も全国トップクラス、世界に誇る製品を生み出しています。さて、総合力ナンバーワンを目指す磐田市が今市の施策として最も力を入れているのが、子育て環境の整備と次世代につなぐ人材育成です。子育てのしやすさと多様化する保育ニーズに対応するため、保護者の働く環境に関わりなく利用できる認定こども園の整備などの取り組みをしています。このほか、市内の小学校 5,6 年生全員がジュビロ磐田の試合を一斉に観戦したり、小中学生の広島平和記念式典への公式参列など、感性を育む特徴的な取り組みも行っています。また磐田市では安全で快適な暮らしと産業の継続的な発展のための取り組みや新たな開発も積極的に行っています。北部地域には新東名高速道路に隣接した下野辺工業団地が新たに整備され、近くに新東名のスマートインターチェンジも開設予定。さらに JR 磐田駅前広場の整備や新駅設置など、都市基盤が整備され、より暮らしやすく、より働きやすく、住む人にも来る人にも快適な街づくりが進められています。そんな磐田市には素敵な観光スポットもたくさんあるんです。こちらは福田漁港、シラスやフグが水揚げされています。サーフィンでもにぎわう遠州灘を西へ進むと、竜葉海洋公園、オートキャンプ場、潮彩竜葉コテージもあって家族で楽しめます。近くには竜葉昆虫自然観察公園もありますよ。天竜川沿いに少し北上していくと、全国的にも珍しい香りをテーマにした磐田市香りの博物館や、
ものづくりをテーマにした磐田市新造形創造館。春には背丈ほどの藤の花が咲き誇る湯屋の長藤など、そして中心市街地には現存する日本最古の木造擬洋風校舎、旧見附学校、海軍中将赤松範義男爵ゆかりの旧赤松家、トンボの楽園として全国に知られる桶ヶ谷沼などのほか、サッカーチームジュビロ磐田やラグビーチームヤマハ発動機ジュビロのホームスタジアムなど魅力的なスポットがいっぱいです。そして北部地域には豊かな自然が広がり、獅子ヶ花公園周辺は人気のトレッキングコースとなっています。どうですか、獅子の横顔に見えますか。このほか磐田市には奇祭見附天神裸祭りや磐田夏祭り花火大会、軽トライチなど年間を通して催事やイベントがたくさんあります。このほか磐田市の観光やレジャー、子育てなどの情報はこちら磐田市情報館で情報発信しています。ぜひお越しくださいね。総合力ナンバーワンへの挑戦、笑顔あふれる街磐田市です。磐田市の観光スポットをご覧いただきました。さて2017磐田 U12 国際サッカー大会、この後9時から3位決定戦が始まります。本日ピッチリポートは細田彩さんです。細田さん。はい、細田です。今日もよろしくお願いいたします。さあ3位決定戦がいよいよというところで、観客席も磐田市内の方、浜松からそして牧之原など、そして県外の方もね多く駆けつけています。いよいよ始まるぞというね雰囲気の中で、ここ3位決定戦が始まっていくということで、この7月27日から12チームで競われてきた大会なんですが、3位決定戦は浦和レッドダイヤモンドジュニア対名古屋グランパス U12 のカードということで、なんと昨年と同じカードとなりました。やはり選手の皆さんも先輩からこの悔しさ、そして喜びを聞いているようで、この一戦どうしても勝ちたいというね意欲あるコメントをねたくさん聞くことができました。またユメリアで開催されるんですけれども、今現在ウォーミングアップも行っておりまして、いよいよ間近だなという雰囲気に包まれております。ピッチレベルではただいま風が時折吹いてはいるんですけれども、37.5度ということで、やはり暑さを感じるということで、ね、タフな試合にもなるんではないかと思います。さあということで、ここでお話を伺いたいと思います。磐田市自治市民部長袴田博之さんです。よろしくお願いいたします。さあいよいよ3位決定戦ですね、いかがですか。いや楽しみですね。本当に海外から3チーム、国内から J クラブの7チーム、あと県トレ戦と、西武選抜ということで、皆さん本当にうまいし強いチームが集まったと思いますけれども、その中でも、最決定戦というのは本当に楽しみにしています。で流用でも開催され、そしてここユメリアも開催され、お客様も多く駆けつけていますね。そうですね、大会2回目になって少しずつ、浸透してきたと思います。地元のチームも出ていますし、ぜひもう来年も開催して、皆さんにこの小学生の技術だとかスピードだとか意欲みたいのを見ていただきたいですよね。以前は、ね、女子高生の熱い戦いもありました。またそしてトップリーグでの飛躍的な活躍もあり、そしてキッズ、ジュニア年代もここサッカーの聖地として築いていきたいですもんね。そうですね、ますますサッカーの街岩田をアピールしていきたいと思います。この後行われる皆さんに期待するところはどんなところでしょう。いや本当に今の小学生上手くなっているので、その実力を思う存分発揮していただいて、この磐田の芝生、天然芝を十分に味わっていただきたいと思います。ありがとうございます。お話を袴田さんにお伺いきました。さあいよいよ3位決定戦が始まるぞというところで、熱い試合をお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。いや今細田さんからまさかの 37.5 度というお話がありましたけどもね、気象台というか発表では30度ということなんですが、手元の温度計がもしかしたらちょっとおかしいのかななんて一瞬思ったんですが、やっぱり 37.5 度で、どうやら行われるということです。
上空若干まあ薄曇りになっておりまして、少しずつ気温が今下がってるかなという感じもあるんですが、さあいよいよ3位決定戦が始まります。2017岩田 U12 国際サッカー大会3位決定戦、前半の25分が始まります。右のエンドが赤いユニフォームの名古屋グランパス U12、 左のエンドが白いユニフォームの浦和レッドダイヤモンドジュニアです。さあ今前半の25分のホイッスルが吹かれました。まずは左エンド、浦和からさあメインスタンド側、ルーズボールになる、タッチを割ってスローインでのリスタートになります。では両チームのスターティングイレブンをご紹介しましょう。まずは赤いユニフォームの名古屋グランパス U12、 ゴールキーパーは大村です。システムは 4-4-2、ディフェンダーは左から富川、野田、佐藤、柚田、木村、ダブルバランチは道白と板倉のコンビ、2列目は新山と内田、ツートップは黒柳と、そして、今大会最多の5ゴールを挙げています鈴木春人です。対する左のエンド、白いユニフォームの浦和レッズジュニア、おっとさあ浦和がゴール前にボールを運ぼうというところですが、いや名古屋がゴール前に、左エンドメインスタンド側から放り込んでいく、ヘディングでのクリアはちょっと小さいぞ、ボールを拾って、さあここはボールを奪った浦和、ルーズボール、タッチを割ってスローインでのリスタートは浦和ボールです。さあまずは中盤でのボール争いが激しい、そんな立ち上がりになっています。左エンド、白いユニフォームの浦和レッドダイヤモンドジュニア、ゴールキーパーは吉澤です。システムは 4-4-2、 ディフェンダーは左から前川、水野、時田、尾佐、ダブルボランチは川上と加藤のコンビです。左に山野、右に小峰、ツートップは森田と土井です。さあ浦和陣内、名古屋ボールだ、鈴木春人メインスタンド側に叩いて、このボールはタッチを割りました。さて、この名古屋と浦和の対戦なんですが、石上さん、この両方のチームは実力がかなり拮抗していると伺ったんですが、はいはい、非常にパスをですね、はい、丁寧につないで、しっかりポゼッションしてですね、はい、両チームとも当たってきますね。今立ち上がりやや押し込んでいるのは赤いユニフォームのグランパス、さあおテクニックを見せた、シュート行く、ファーストシュートはその大会5ゴールを挙げています鈴木春人、遠目から打っていきましたね。この子は非常にテクニックもありますし、はい、シュート力もありますのでね、今日も点取るんじゃないでしょうかね。将来がまた楽しみですね、はい、鈴木さん、鈴木さん、はい、さあこの鈴木春人君、今日もハットトリックを狙いたいと熱く語ってくれました。選手からもですね、信頼が厚く、スピード、はい、テクニックが溢れているので、もう得点源だと信頼もされています。もう今日はアップの時からも声を出してチームを鼓舞していましたよ。さあまずはその名古屋の鈴木春人君のシュートが、まあ、ファーストシュートということなんですが、今浦和が攻め込んでいます。右のエンド、グランパス陣内、まあ、両チームの特徴はこのポゼッションというふうに伺ったんですが、また鈴木君ボール持つ、さあ右に展開する、ハーフウェアラインを越えて縦くさびのボール、ああさあバックスタンド側、向こう上面ボールが、ここは名古屋ボール、中つないでゴール前シュートに行く、おサイドネットですね、サイドですね、はい、いや積極的に打っていきますね鈴木君、本当にパンチ力ありますね、はい、今のはペナルティーエリアのほぼライン上というところだったですが、さあ今度は浦和の逆襲、抜ければチャンスになるがゴール前は1枚か、左からここは体を入れて倒れたがファールは、ホイッスルは吹かれません。しかしここでゴールラインを割ってコーナーキックです。左からのコーナーキック、浦和ボール、さあ今大会
名古屋は3勝1分け1敗、グループ A の2位、そして浦和は3勝2分けの0敗、グループ B の2位、グループ AB の2位同士の対決です。3位決定戦。さあ前半の間もなく5分です。コーナーキック左からゴール前、ヘディング合わせていきましたが、これはポストの右でした。しかしワンタッチあったようですね。今度は右からのコーナーキック、浦和立て続けに行きます。キッカーは10番の山野。左足でインスイングのボールが入っていく。中央だ、いいボールだ。しかしここはクリア。クリアボール名古屋、鈴木春人。さあもう一本来るか。右足で今度はシュートに行った。ここはキーパーが抑えます。今のが浦和のファーストシュートになります。蹴っていったのは山野君。山野君は左利きですから、はいはい、今右足でシュート落ちましたけどね、はい、やはりちょっとあの右が苦手のようですね。なるほど。さあ、ここはカウンター、名古屋だ。右からドリブルで上がってゴール前のクロスはワンタッチやってゴールラインを割ります。コーナーキック。さあここに来てだいぶ試合が動いてまいりました。まもなく前半の6分です。鈴木春人君はプレースキッカーも務めるんですね。そうですね、あの非常にシュート力あるいはキックの質がですね、はい、いいもの持ってますので、フリーキックも蹴りますね。さあ右足で蹴っていく。ボールは中央だ。ヘディングで落とした。ゴール前、ゴール前をかすめてゴールラインを割りました。裏ボールのゴールキックでのリスタートになります。前半の6分が回っています。まだ両チーム得点はありません。2017岩田 U12 国際サッカー大会、岩田スポーツ交流の里ゆめりやよりお送りしています。さあここは浦和つないでいきたいが、左のエンド浦和陣内でボールが回っていく。ハーフエラインを越えてくるか。かわしたかったんですが、さあここは名古屋逆襲だ。囲んで奪った浦和、しかしもう一度名古屋ボール。新山ボールをキープして粘りましたがタッチを割った。スローインでのリスタートです。浦和ボール、一度ボールを下げます。ディフェンダーの時田、水野につないでロングフィード、裏に抜けたがここはゴールキーパーが飛び出してきます。キックでつないでいく。さあ縦くさびのボールを入れて鈴木の落とし。いや名古屋ボールつながりますね。ワンタッチプレーが非常に多いですね。はい、ここは素晴らしい。完全に折り返しています鈴木春人。今のは、今のはシュートではないですね。走り込みを狙ったんでしょうか ね、ちょっと前線反応ができませんでした、はい、でもグランパスは非常にパスをしっかりつないできますね、はい、今のはワンタッチのパスが 7,8 本つながった。さあ今度は裏逆襲だ。ここはディフェンダークリアします。14番の野田、スローインでのリスタートです。右サイドバックの長。さあちょっと浦和のプレイヤー、ここはフォローをどうするか。一度下げて うまくかわして、さあ横パス、ちょっとこれはなんとかつながったか。さあ向こう上面、右のエンド名古屋陣内、縦パスをカットするが名古屋ボール、しかしその後つながらない。ボールは名古屋、鈴木春人かわしていく。さあもう一度ボールを奪ったがつないでいきたいところです。ビルドアップしていく。一気に前線に放り込んで、ここはディフェンダーいい対応になりました。スローインでのリスタート、名古屋ボール。まもなく前半の9分です。シュート数は今浦和が2、そうです、浦和が1、名古屋が2です。さあ名古屋ボール、10番つないで鈴木春人かわして縦のボール、スルーパスを出しましたが、今面白いパスでしたね。そうですね、あのスルーパス通れば、はい、キーパーと1対1になりますからね、はい、鈴木さん、はい、その
てる名古屋の高橋監督にお話を伺ったんですけれども、やはりサッカーの技術を高めていきたいというところでもここに指導はしているんですが、人任せにしないで自分たちで判断をしていくと、意見を尊重していきたいということで個々の能力を伸ばしていきたいとも語っていました。またこの大会でボールを一つなくしてしまったそうなんですが、そういったところからも気づかせていきたいということで選手としての成長を見守っているそうです。なるほど。さあ、そのここまでの流れを見ていますと、石上さんいかがでしょうかね。名古屋の方が若干こう押してるかなというふうにも見えるんですが。そうですね、はい、名古屋の方がボール支配率がちょっと高いですね。ただ浦和もこれカウンター、先ほどから裏へ裏へという狙いもありますね。はい、10番の山野君、はい、左利きですけど、はい、左サイドいますけどね、非常にスピードもありますしクロスも精度高いですからね。さあ、スペースルーズボール、ここはディフェンダーが速い14番の野田だが、絡んでいったのは12番の土井。タッチを割ります。裏ボール、ここは浦和の土井の頑張りでスローインをもぎ取った。放り込んでいくゴール前、いいボールだ、ヘディングシュート、アンバウンド、キーパー弾いてゴールラインを割りました。ここはコーナーキックです。さあ、浦和は早くも前半これ3本目です。右からのコーナーキック、キッカーはレフティーの山野。この選手は非常にキックの質がいいですから、はい、ちょっとチャンスですね。さあ、山野は左足で放り込んで、遠いサイドか中央、ボールがバウンドしている。こぼれたボール、さあもう一度山野だ、ここはチャンスだぞ、クロスを上げて遠いサイド、こぼれてオーバーヘッドのクリアです。しかしまだ裏ボールだ。さあ、向こう正面、今度は左から2枚ついているが、ルーズボール、ヘディングでクリアされる浦和の波状攻撃。さあ、うまくディフェンスラインにボールを逃がしましたが、横パスちょっと短いか、なんとか残しています。さあ、名古屋ボールだが、あっと、これはさあ名古屋チャンスだぞ。鈴木春人、ドリブルでかわしてゴール前、もう一人かわせるか、ボールを残して、なんとかボールをもぎ取ったな浦和。さあ、ここで逆襲に行きたいところですが、向こう正面、タッチを割ってスローインでのリスタートですが、ここでウォーターブレイクです。前半の12分をちょうど回ったところです。さて、石上さん、ここまで両チームの戦いぶりご覧になっていかがでしょう。グランパスは非常にコンパクトにね、はい、パスをしっかりつないで攻撃を仕掛けていますね、はい、で反対に浦和の方はですね、はい、まあ、サイドをうまく使いながら、うん、サイドから、攻撃をするという形を取ってますね、うん、はい、まあ、全体的に見て非常にしっかりポゼッションをしてね、大きくボールを、はい、ロングボールを蹴ることもなく、うん、非常にいいゲームだと思いますね、はい。さあ、ここまでのスタッツ、手元の集計では名古屋がシュート2、コーナーキックが1、浦和がシュート1、コーナーキックが3ということで、まあ途中名古屋がちょっと押し込むような展開にもなりましたが、しかし浦和も盛り返して、まあほぼ互角といった展開でしょうか。鈴木さん、はい、さあ、浦和の土橋監督も名古屋の印象、やはりテクニックがあり個人の能力も高く素晴らしいチームだと、だけれどもきちんと対応してケアしていきたいというふうにも語っていました。まあ、今大会も負けなしで浦和の選手たちも試合ごとに自信もついていると、チーム力を高めて6年生にとってもかなり大切な大会なので、助け合う、協力し合うというところで、鼓舞して、チーム力を最後の最後まで高めていきたいというふうにも語っていました。はい、ありがとうございます。ピッチリポートは細田彩さんでした。さて、この2017岩田 U12 国際サッカー大会、今回が第2回目の大会となります。参加資格は2005年1月1日以降に生まれた選手で構成されたチームであること。出場チームは海外から3チーム、国内から9チームの合計12チーム、6チームずつグループ A、グループ B の2つのリーグで分かれて総当たり戦を行いまして、各グループの2位同士が今行われている3位決定戦、そして1位同士がこの後行われます決勝戦を戦います。3位決定戦、決勝戦ともに25分ハーフ、現在ウォーターブレイク中、時間内に勝敗が決しない場合は、PK 方式により勝敗が決まります。各試合ともリザーブメンバーは最大7名、
その7名全員に交代が認められています。またこの大会は1位から3位チーム、そして得点王と MVP が表彰されます。現在この大会で得点ランキング1位は右のエンドの赤ユニフォーム名古屋の、名古屋グランパス U12 の鈴木晴人君、背番号20番のプレーヤー、キャプテンマークを巻いています。石上さんもこの鈴木晴人君はだいぶ評価されていますね。そうですね、はい、パワフルでドリブルもうまいし、うん、はい、まあシュート力もありますよね。遠目からでも打ってかなり威力のあるシュートを放ってましたよね、先ほども。そうですね、もう2本ほど打ってますけれど、はい、まあ、枠に入ればね、はい、今日はまた点を取るんじゃないかなと思いますけど、うん、そして昨年のこの3位決定戦も同じく名古屋と浦和の対戦で、名古屋は去年もそうですが体が大きな選手が多いですね。そうですね、はい、後ろの方は結構大きいですよね。まあ、J1 におけるケネディ、トゥーリオとか、はい、名古屋は非常に背の高いプレーヤーが過去も多かったんですが、やはりチームカラーというところでしょうか。さあ、スローインからのリスタートになります。ボールは浦和、カーラインから縦預けましたが、一度下げて前に送っていく、ヘディングでここはクリア、こぼれ、さあどちらが追いつくか。名古屋ボール一旦最終ラインに逃がしますが、縦のボールはカットされます。さあ今度は右展開、浦和だ、小峰から、うん、パスが繋がらない。さあここはどちらにこぼれるか、激しい競り合い、スローインは浦和です。右のエンド赤いユニフォーム名古屋陣内、ちょっとつながりませんでした。名古屋最終ライン、野田から横にはたいて危ないエリアですが、落ち着いてバックスタンド側、木村、縦草鎖、鈴木春とちょっとボールが足につきませんが、ここはこぼれてもう一度名古屋ボールだ、つないできます。一度下がって富川から縦預けます。さあここで浦和ボールのフリーキック、前半の13分を回っています。まだ両チーム得点はありません。3位決定戦、名古屋グランパス U12 対浦和レッドダイヤモンズジュニア。ロングボール放り込んでいく、ヘディングですらしたボールはクリアするが、もう一度、さあシュートに行く、これは強烈なシュート、決まった。8番の河原に今大会2得点目です。先制したのは浦和レッズ。今いいシュートでしたね。いや、素晴らしい右足のボレーですね、はい、まあ、ゴールの正面でしたけどね、はい、キーマー反応できませんでしたね。ハーフボレーのような形でゴールキーパー大村も反応したんですが、手をかすめるように見事ネットを揺らしました。先制点は浦和、1対0です。さあ名古屋、ここは頑張っていきたいところですが、おっとファールがあったぞ。さあここは名古屋は同点のチャンスになるか。フリーキック、距離はどうでしょう、20メートルを超えるぐらいでしょうか。そうですね、はいはい、さあフリーキックはキャプテンの鈴木晴人。ここはどうでしょうね、まあ、ま、直接はちょっと遠いですかね、はい、でも打ってくる可能性ありますね。さあこの右足に注目です。高さでも勝る名古屋、合わせてきてもチャンスは広がりそう。前半の15分です。名古屋グランパス U12 フリーキックのチャンス、右足で蹴っていく、狙っていったか、浮かしたボール、ね、こぼれて、うん、このボールは裏だ。さあ名古屋ボール、つないでくる、縦預けて鈴木から、おー、いいスルーパスだ、ゴール前1対1、ポストの左、絶好のチャンスでしたが、わずかに枠を捉えませんでした。背番号11番の森田でしょうか。さあ今度は裏の逆襲だ、今鈴木晴人からいいスルーパスが出て、惜しかったですね、はい、
11番ドーハク君です ね、 ですね、失礼しました。11のドーハク見事反応したんですけどね、まあ、決めたいボールでしたね、はい、さあ今度は浦和左からパート仕掛けて、クロスはワンタッチあってゴールラインを割っていません。一旦キックフェイントを入れたんですがかわすことはできませんでした。さあ長いボール、サイドバックの木村、中鈴木から縦、名古屋も縦に結構早いですね。そうですね、はい、ただレッズがですね、はい、非常にプレスが早いんですよ、うん、こう前からハイプレスをかけてきますので、はい、まあその辺でグランパスの方もですね、はい、だいぶ手こずってますね。さあスローインでのリスタート、裏ボールです。前半の14分、浦和川上のシュートが決まって1対0、浦和が1点リードしています。もう一度スローイン、浦和ボール。前半は25分ハーフです。現在17分を間もなく30秒回ろうというところ。さあセカンドボール、球際でも両者ほぼ互角と言っていいでしょうか。まあ、ああいう形で前線からレッズはプレスをかけてきますからね、はい、まあ、その分グランパスが自由にボールを扱えないというのがありますよね、はい、そこでファウルがありました。名古屋ボールでのフリーキックです。自陣1対0、浦和1点のリード。さあ名古屋としてはこれ石上さん、どうやってまずはやはり1点追いつきたいですよね。そうですね、十分チャンスはあると思いますよ、はい、大きく蹴っていきます。サーフェイラインをここは越えなかった、ヘディングでプッシュする。まだボールが浮いている。セカンドボールどちらが名古屋ボールになる。さあ左スペースが空いているぞ。富川が一旦いなして縦、鎖のボール鈴木春人、縦に預ける、狭いとこ通しました。さあもう一度鈴木かわして、こぼれたボールはもう一度鈴木、左から攻略できるか。中、あっとここは足が出た。さあ今度は浦和逆襲を狙いますが、ボールは名古屋最終ラインが回収します。今度は右からサイドバックの木村、縦預けての落とし、さあ一気に浦和、あちょっと抜け出すことができませんでした。10番の内田。さあ今度は裏ボールです。逆サイド、右サイドを使ってくる。一気に前のスペースですが、このボールはディフェンダーバックパスで対応です。ゴールキーパー大村つないでくるが、ちょっと危ないですが、なんとかボールを残しています。前に送る鈴木春人、ヒールでテクニックを見せるが最終ラインに引っかかる。一気に前線へ、ここはゴールキーパーが抑えます。左エンド、浦和ゴールキーパーは吉澤です。1対0、左のエンド白いユニフォーム浦和レッズジュニアが現在リードしています。間もなく前半の20分、3位決定戦と決勝戦は25分ハーフで行われます。さあ前線競り合い、ここはボールを残して、タッチ終わりました。名古屋ボールのスローインです。まあ、だんだんの、はい、グランパスがですね、はい、縦にちょっと急ぎすぎて、うん、なかなかこうボールがこうつながってこなくなりましたね、はい、もうちょっとねしっかりポゼッションしながら、はい、前線まで運べたら、うん、チャンスは増えてくると思うんですけどね、はい、さあボール奪った名古屋、しかしもう一度奪い返す。中盤の争いは激しいですね、両チームとも。そうですね。さあここは裏ボールになる。左の山野がキープしていましたが、ここはちょっと押し出される格好になりました。スローインでのリスタート、名古屋です。鈴木春人、さあボール奪った、
タッチを割って浦和の攻撃が続きます。前半の21分1対0、浦和レッズジュニアが1点をリードしています。磐田 U12 国際サッカー大会3位決定戦、裏ボールのスローインです。サイドバックの前川、くさびのボールはクリアされます。さあここ対応を誤るとちょっと危ない。ここはセーフティーにクリアしていきました。センターバックの時田です。スローインからだいぶこれ今鈴木くんへのマークも厳しく、予選も厳しくなってますかね。鈴木くんはちょっとあの中盤の方に落ちてきますので、あ、なるほど、その分プレッシャー激しいんですけど、はい、もう一つ前でプレーできたら、まあ、得点の、ね、チャンスが生まれてくるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。ただ名古屋はこの20番の鈴木にボールを集めてなんとか打開しようという。さあゴール前シュートに行く。おお、いいシュートでしたが、キーパー正面でした。17番の富川名古屋。名古屋は今これ久しぶりのシュートになりますね。さあ中盤でのボール争い、野田が体を張って残した。ここを相手に当ててしまう。さあ浦和左から山野がゴール前に放り込んで、面白いボールでしたが、ここはスルーしてゴールキーパー足元で抑えます。前半22分まもなく30秒、1対0浦和レッズジュニアが1点をリードしています。さあ浦和ここはボールを回収、後ろからワンツーわずかに合わず、しかしもう一度縦くさびのボール読んでいた2番の佐藤ゆずた。さあそのまま佐藤が前に送って落とし後ろ、さあここは鈴木キーパーと1対1になるか。シュートはいった、6ゴール目です。恐るべし小学校6年生。名古屋が追いついた1対1。いやー、鈴木春人君スピードもありますね。スピードもありますし、シュートも精度高いですね。はい、前半の24分、名古屋が追いついた。さあ試合は振り出しに戻ります。ただ先ほど石上さんがおっしゃったように、やはり前でプレーされると本当に怖いですね。そうですね、やはりボールが出てこないとどんどん中盤に落ちてくるんですよ、はい、なるほど。まあ、そうなるとなかなか得点のチャンスがないもんですからね、はい、できれば前線に張ってもらいたいですね。さあ上がっていく加藤、まだドリブルで右にはたいて大阪からクロスは宮田が、ここはクリアです。セカンドボール拾う河原に、今日1得点を決めています。さあ左から、名古屋も足元テクニックありますよね、特にドリブル。さあボランチ加藤、右にはたいて、ここはチャンス、オサクロスはゴール前、うん、ディフェンダーヘディングでまだある、オーバーヘッド、ようやくクリアですが、さあここは鈴木ボールが足元につきません。左に展開する浦和、前川から前、落としはどちらが拾うか。さあここは浦和チャンスになるか。しかしサイドバックの木村がディフェンスに行きます。タッチを割ったようですね。スローインはこれは名古屋ボールです。手元の時計では24分30秒、まもなく前半が終了するという時間です。まあ、ロスタイムはおそらく3分ぐらいあるんじゃないでしょうかね。ありますかね、はいはい。さあスローインでのリスタート、名古屋1対1追いついた。名古屋としてはこれでも前半のうちに追いついて、あ、今ホイッスルが吹かれて、前半のアディショナルタイムはありませんでした。2017磐田 U12 国際サッカー大会の3位決定戦です。磐田スポーツ交流の里ユメリアよりお送りしています。名古屋グランパス U12 対浦和レッドダイヤモンズジュニアの試合は前半の25分を終了して1対1の同点、でハーフタイムに入りますということで、さあ石上さん、はい、前半のまずは25分をご覧になった感想をお聞かせください。立ち上がりはね、グランパスが非常にポゼッションしながら、はい、まあ、ゴールに向かってましたけど、まあ、途中からのレッズがですね、非常に速いプレス、まあ、これにですね、グランパスも、ちょっと苦戦をしたという形で、はい、まあ、
1点ですか、レッズがあの、うん、ボレーシュート、非常に素晴らしいシュートを打って、はい、まあ、その後ね、グランパスが追いついて、まあ、非常に前半は素晴らしいゲームを展開しましたね。はい、まあ、これ先ほどちょっと申し上げかけたんですが、名古屋としては追いついてまずは一安心といったところですよね。そうですね、まあ、後半これからね、はい、またあの名古屋はらしいサッカーが出てくるんじゃないでしょうかね。はい、さてではここでちょっとピッチの様子伺ってまいりましょう。ピッチレポーターの細田さん。はい、もう白熱の前半1対1ということでね、折り返していますが、あのここからの試合も見逃せないなというところで見守っています。さあ名古屋もですね、お話を聞くと、あの自分の殻を自分で破れと、自分の限界を作らず倒れるぐらいに走り抜けというふうにね、監督も選手に鼓舞しているようで、昨日の試合、予選の試合でも逆転ゴールを鈴木陽人選手が決めているようなので、もう最後の最後まで諦めずに粘って戦い抜きたいというふうにも語ってくれました。名古屋はこの後の大会も参加するということで、ワールドチャレンジ8月24日から始まる試合にはバルセロナやアーセナルとの対戦も待っていますし、ニューバランスの大会もあるということで、時の住処で来週の8月の6日からもね、スタートするということで、一つ一つの大会で結果を残していきたいというふうにも言っていました。一方浦和はやはりこの大会に夏はかけているということで、夏の暑い中でどれだけチーム力を発揮できるかというところで、ベンチの裏でも靴を並べたりリュックをきれいに並べたりと、意識の高さを高めていきたいというふうにも語ってくれました。プロで戦っていくにはそういったところが大事だというふうにもね、土橋監督も喋っているそうです。そういったところでこの後の戦い、どういうふうな結果が出るのか、これからも見守っていきたいなと思います。一挙席にお返しします。はい、ありがとうございました。ピッチレポーターは細田彩さんでした。さて、2017岩田 U12 国際サッカー大会の3位決定戦です。名古屋グランパス U12 対浦和レッドダイヤモンズジュニア、前半の25分を終了して1対1の同点で、この後ハーフタイムを挟んで後半の25分になります。さあ、今大会レギュレーションなんですが、時間内に勝敗が決しない場合はペナルティキック方式で勝敗が決まります。各試合ともリザーブメンバーは最大7名、その7人全員に交代が認められています。さて石上さん、この名古屋グランパス U12 なんですが、はい、これ全国的にも強豪として有名なんですよね。このグランパスは非常にこの12の、はい、チームは強いですよ。うん、あの今年2017年は愛知県の新人戦では優勝を果たしています。はい、また浦和レッズジュニアは2016年、昨年埼玉県の4種選手権では2位準優勝ということで、ちなみにまあこれ昨年2016年のこの岩田 U12 の大会でもこの両チームの対戦で、昨年の8月2日1対0で浦和が名古屋を下していますということなので、まあこれ名古屋としてはもうリベンジはやっぱり当然狙ってきてはいるでしょうね。そうですね、はい、さあこの後まもなく3位決定戦、名古屋対浦和の対戦、後半の25分が始まります。ちなみにまあこれ現在 J リーグのトップチームで言えば、名古屋は現在 J2、はい、それから浦和が J1 で、ちょっとまあ浦和は昨日残念なゲームになってしまいましたけどね。そうですね、はい、昨日札幌に2対0、はい、2対0ですよね。まあ、ちょっとあの調子上がってきませんね。そうですね、まあ、最初の失点があのセットプレーからだったんですが、はい、まあ、ディフェンダーの牧野選手の、退場などもあって、はい、なかなか思うように試合がちょっと、まあ、元気がないというわけではありませんが、まあ、でももともとやっぱり日本の昨年のチャンピオンチームですからね。まあ、力はあるんですけどね、と言っても、はい、ただ、割とこの J1 のあるいは J2 のトップチームと割とこう、まあ、このジュニアのチームも傾向は似ているのかなという印象もありますが、いかがでしょうね。サッカーやっぱり見てますので、はい、まあ、ユース年代とジュニア、はい、ジュニアユース年代、ジュニアという形で、やはり一貫指導というのをですね、はい、どの J クラブもやってますので、まあ、サッカーは大体似たようなサッカーになってきますよね。なるほど、はい。まあ、名古屋はやはりこの背の高いプレーヤーが多いのが印象的、そして浦和はやっぱりドリブルがみんな上手ですね。そうですね、
特にサイドの選手がですね、はい、ドリブルが上手くて、はい、クロスの精度が高いですね、はい。まあ、浦和はトップチームは3バックを採用しているんですが、ジュニアチームは4バックです。 4-4-2 のシステム、まあ、なかなかあの、はい、ジュニアの年代で3バックはちょっと厳しいですよね。それからジュニアでは基本的に11人制は珍しいんですよね。はい、あの通常の8対8のゲームを行ってます、はい、でもこの大会については10対1でやってますけどね。やはり、まあ、8人制と11人制ではかなり大きな違いがあると思うんですけどね、はい、あのまあ、ボールを触る回数は、はい、うん、当然8、8の方がですね、はい、あの回数は増えてきますけれど、うん、まあ、でももうこの次はもうジュニアイスですからね。そうですね、ジュニアイスは、はい、11対11でやってますので、はい、うん、まあ、これもいいんじゃないかなと思いますけどね。いい経験になるでしょう、はい。さあ1対1、まもなく後半の25分が始まります。前半のスタッツでは名古屋がシュート4、コーナーキックが1、浦和がシュート2、コーナーキックが3です。さあ間もなく後半の25分が始まります。そして、どうやらメンバーチェンジがあったようです。またホイッスルが吹かれて後半始まってからご紹介したいと思います。まもなく後半の25分が始まります。磐田 U12 国際サッカー大会3位決定戦、名古屋対浦和、後半の25分が始まりました。まずはロングボールを蹴っていく浦和ですが、タッチを割ります。さて、メンバーの交代がありました。名古屋はゴールキーパーの小村に変えて16番の小森が入っています。そして12番の2トップの一角、フォワードの黒柳に変えて15番の杉浦が入りました。両チーム2人ずつメンバーを変えてきています。浦和はさあ、名古屋ボール、鈴木シュートを打っていく、これも強烈、逆転ゴール。今大会これで7ゴール目です。いきなりの先制パンチ。後半まだ1分経っていません。まあ、すごい強烈なシュートでしたね。すごいシュートでしたね。キーパー正面ですが反応できませんでしたね。まあ、キック力というかパンチ力というか将来楽しみな選手ですね。将来 J でね、活躍できればいいと思いますけどね、はい。さあ2対1、名古屋逆転です。さあメンバーチェンジの紹介をしたいんですが、ここは浦和がチャンスになる。ゴール前のクロスはゴールキーパーを抑えました。さあそして浦和は12番の土井を下げて14番の照内、そして7番の小峰を下げて15番の松坂、2人ずつ両チームとも選手を変えてきています。さあ名古屋ボール、新山からつないでいきたいところですが、さあ浦和もこれ1点ちょっと勝ち越されましたから頑張ってほしいですね。まあ、反対に名古屋の方がリズム出てきましたね、はい、鈴木さん、はい、さあ後半から入りました浦和の照内選手なんですが、はい、まあ、得点も重ねていて監督曰く決定力があると、5年生なんだけれどもチャンスを生かし点数を重ねていくので発揮をしてくれるんじゃないかと期待を込めて送り出しているようです。さあその照内にボールがつながるか、ここは名古屋クリアだ。裏ボールのスローインです。一度ボールを下げます浦和、最終ラインセンターバックの水野、開いて前川、縦のボールは読んでいたがセカンドボール、ここも早いぞ。さあ1点を追う浦和、
まだボールは自陣ですが、右のサイドバックの長ドリブルで上がっていく縦のボール、落としはタッチを割って、ここは裏ボールです。2対1、名古屋エース鈴木陽人の2ゴール、逆転に成功名古屋。さあ裏はボランチの加藤、ボールこぼれて一旦最終ライン、水野から開いて前川、左です。しかしこれ両チームの選手とも足元うまいですね。うまいですね、非常にあのボールコントロールがしっかりしてますね、はい、もうちょっとした差が出るとしたら玉庭ぐらいでしょうかね。これは玉庭の、さどちらにこぼれるか、ここはキーパーにバックパス変わって入ったキーパーの小森、前に蹴っていくヘディングでの落とし。さあ浦和波状攻撃になるか、タッチ終わりました。裏ボール、1点を追う浦和、後半の4分を回っています。25分ハーフ、まだまだの時間は十分ありますからね。そうですね、まだあのレッズは当てることないと思いますね。さあ左からチャンスになるぞ、クロスゴール前ヘディング、ここは落ち着いてつないでくる。さあ前に送ってこの落とし、セカンドボール拾った浦和、仕掛ける山のテクニックがある、かわして右足のクロスはゴール前バイタルだ、シュートに行く、惜しい、ポストに左、打っていったのは6番の加藤でしょうか。やはりレッズはサイドからね、はい、展開してクロスを入れて、中で決めたいという、まあ、作戦はありますよね、はい、どちらかといえば名古屋の方が中央突破、あるいは前線のポストプレー、はいはい、さあ鈴木陽人今日2ゴール、ちょっと下がり気味でプレーしています。同伯ドリブルで上がっていく、縦くさびのスルーパスはここは通りません。さあ逆にここはレッズ逆襲だ、水野上がっていく、ゴール前2枚入っていくぞ、あ、ここは体を入れていっていったのは100点マークを巻いている鈴木です。スピードありますね、鈴木君も守備もいいですよ。それから当たりがやっぱり強いですね、はい、強いです、はい、1対1にはめっぽう強い。さあハーフウェイラインでは、さあそしてどうやらまた選手の交代がありそうですね。おー、スルーパス、あー今よく見ていましたが、ディフェンダーもよく対応した時田。さあ右に展開する浦和、抜け出せればチャンスだが、ここは富川の粘りです。そして両チームともにメンバーが変わります。さあ浦和はボランチの加藤を下げて背番号9番の瀬山、そして名古屋は左サイドバックの富川に変えて13番の松島が入りました。さあボールは名古屋、鈴木陽人縦つないで、ここは名古屋お手の物のパスワーク、まだつないでいく、ここはかわせません。一度下げて鈴木さん、はい、浦和レッズ後半この途中から入りました9番の瀬山選手に、土橋監督も前線からかき乱して、ゴールを取ってこいと、仲間からも点を決めてこれよカズというふうに、ね、鼓舞をされていましたよ。さあそのおシュートに行く、おクロスバーこぼれ、もう一度打てるか、エンター、あポストの右、よくセカンドボールを拾った15番の杉浦、シュートを放っていきましたが、まあ、惜しかったですね、惜しかったですね、キーパーと完全に1対1、はい、ちょっと力んでしまったでしょうか。さあ逆に今度は裏カウンターだ、ゴール前、ここは体を張ってディフェンス。さあ名古屋逆、ここはカウンターのチャンスだ、左に展開する、ただゴール前には1枚、今ようやく内田が入っていきました。鈴木陽人ボールを下げます、リードしている名古屋、
放り込んでいく、投げていった、いいボールでしたが、どうやらゴールラインを割りそうです。さあちょっと上空、これは日が照ってまいりました。現在手元の温度計ではほぼ35度、これピッチ上は相当暑そうですけどね。さあまだ今現在手元の時計では8分30秒、25分ハーフです。さあボールを奪って名古屋、鈴木春人キープして、セカンドボール縦くさびを入れて中央突破は分かるが、クリアボールつないでいきたいところですが、ではさあ山野左から仕掛けていく、裏へスルーパスを出すがゴールキーパーも出てくる、ここはディフェンダーの対応だが、もう一度クリアが小さい、左から山野のクロス中央、ヘディング今どちらに当たったでしょうか。グランパスボールですね、ゴールキックですね、グランパスボールですね、はいはい、14番のテルーチのヘディングシュートになりますか、枠を捉えることはできませんでした。ゴールキックでのリスタートです。後半の9分、まもなく30秒、ゴールキーパーは名古屋代わって入った小森、背番号16、蹴っていくヘディングで押し戻すが、9番鈴木春人が収めたんですが、さあここは裏、左から前川のリブルで上がっていく、シュートに行くが、ここは枠は捉えていましたが威力がありませんでした。さあ長いボール、左上がっていくのは松島でしょうか、引っかかった、さあここは引っ掛けて裏ボールドリブルで、うん、スピードがある長ですが、ここはディフェンスに入ったのは杉浦でしょうか。杉浦君ですね、はい、非常にいい守備しましたですね、さあまた名古屋おなじみ鈴木に預けてからというシーンですが、浦和セカンドボールを回収、山の左クロスは相手に当たってまだボールが浮いている、このセカンドボールどちらにこぼれるか、名古屋ボールか、さあ繋いでいく鈴木、あっという間にかわして、さあここはいいパスが出る、ゴールキーパーかわして、あサポートがないですね、ここは粘りました時田、ちょっと名古屋としては下がっていましたから間に合いませんでしたね。そうですね、1枚でしたからサポートはそこつくとチャンスになるんですけどね。さあ鈴木からのクロス、ワンバウンドクリアだ、セカンドボールもう一度拾う名古屋、縦には通らない、ここでクリアしていく、さあ前線でのルーズボール追っていくのは手ルーチでしたが、ここは相手のクリアになりました。さあセカンドボールまだあるぞ、さあここはいけるか、シュートに行くがここはキーパー正面でした。キーパーの小森、後半から入っています。さあ鈴木春人一人かわして、ボールの扱いがうまいですね。さあ右展開する、はい、名古屋チャンス、内田縦仕掛けるがまだボールキープしている、取られない、内田からのクロスはここはキーパーが抑えました。近いところに転がしていきます、センターバック時田がもう一度ボールをもらう、キーパー吉澤に下げます。さあ縦くさびを入れて落とす、さあ一気に裏へディフェンダー対応する佐藤優太、ファールがありました。さあ鈴木さん、ここで名古屋グランパス選手の交代です、はい、10番内田選手に代わって、はい、7番那須選手が入ります。名古屋選手の交代です、10番の内田に代わって7番の那須、そのままこれは2列目に入るんでしょうか。さあ今ピッチに入ってまいりました、
どうやら左ですかね、2列目の。そうですね、はい、左に入ってきましたね。さあ、名古屋ボールフリーキックです。センターバックの佐藤つないでいく。この鈴木春人くんは状況判断もいいですね。いいですね。あとウォーターブレイク、あ、ウォーターブレイクですね、はい、はい、失礼しました。さあ、今前半の13分30秒を回ったところです。まあ、予選はまあ20分ハーフでやってますからね、はい、だいぶあれですけど5分違うとやはり長いですよね。そうですね、さあ現在スコアは2対1、名古屋が1点をリードしています。名古屋の背番号20番鈴木春人くんが前半の24分後半の1分に強烈なシュートを沈めて逆転に成功です。まあ、先制したのは浦和だったんですが前半の14分、さあこれ浦和としてはこのまま引き下がるわけにはいきません。あとどうでしょうね、ポイントになってくるとしたらやはりサイドの10番のですね、はい、山野君、はい、この選手のところにボールを預けて、うん、この選手は非常にクロスの精度高いですから、そうですね、サイドからえぐってですね、最後フィッシュを決めたらまあいいかなというか、感じですけれど、うん、まあ、なかなかね、中央突破というのは非常に厳しいので、はい、やっぱりサイドから、行ってもらいたいですね。さあ後半25分ハーフ、13分30秒を回ったところでウォーターブレイクです。現在手元の温度計では36度を超えているような状況、湿度はまあ 50% と表示されているんですが非常に蒸し暑いこの磐田スポーツ交流の里ユメリアです。2対1。さあレギュレーション、今回この磐田 U12 国際サッカー大会は昨年に続いて2回目の大会となります。参加資格は2005年1月1日以降に生まれた選手で構成されたチームであること、出場チームは海外から3チーム国内から9チームの合計12チームです。6チームずつグループ A、B の2つのリーグに分かれて総当たり戦を行い、各グループの2位同士が現在戦っているのがこの3位決定戦です。さあもう間もなくウォーターブレイクを挟んで後半の残り時間、現在手元の時計では13分30秒を回ったところ、そしてここでどうやら名古屋選手の交代が、浦和ですね、浦和選手の交代、はい、はい、浦和レッズ交代がありそうです。はい、ですね、松坂選手に代わりまして15番、はい、松坂選手に代わりまして13番の横山選手が入ります。フォワードということで、はい、監督からも点を取ってこいというふうにね声をかけられていましたよ。前線の選手に厚みを増してまずは追いつこうというのが浦和レッズ。さあスローインからのリスタート、いやフリーキックですか、名古屋ボール、あスローインですね、スローインですね、はい、はい、13番の松島でしょうか。さあここでプレー再開です。名古屋ボールのスローインから佐藤から前に送って鈴木、足元こうまいですね。さあスルーしてバイタルエリア、ここはボールを回収。投げボールだ、しかしもう一度激しいボールの奪い合い、山野から前線に抜ければチャンスでしたがヘディングで対応、名古屋ボール中つないでいこうという縦くさびを入れての落とし、ここもつながる名古屋。さあ左に展開だがちょっとボールが長いか、
浦和ボールのスローインです。さあ鈴木さん、はい、やはり点が欲しい、勝ちたい浦和、土橋監督もですね、選手たちに給水タイム、このまま終わるのかと、あと一歩で残念でしたで良いのかと、やはり相手の素晴らしいいい選手を抑えてこそ成長だから、その課題に向けてやはり前線から散らして動かしてスペースを空けてと、みんなで努力しないとダメなんざというふうにね、鼓舞をしていましたよ。さあしかし浦和はまだここ攻められている状況になっています。左から山野が前に送る、ちょっと距離が遠かったか。さあしかしまだセカンドボールから繋いでいく、裏へ裏への意識ですが、名古屋のディフェンダーも辛抱強く守っています。繋いでくる新山から左に展開する、杉浦ドリブルで上げられるか、かわしてセカンドボール、新山打っていく、ワンバウンドキーパー正面でした。今のシュートが名古屋は9本目です。浦和は、手元の集計では4本。山野から縦、もう一度山野、中央へ、ここはディフェンダー対応する。セカンドボール浦和、杉浦から名古屋ボール、左からドリブルで上がっていく、スルーパス、ここは反応をする選手がいませんでした。今小刻みにホイッスルが吹かれて、どうやらゴールキックやり直しですね、はい、あのボールが転がっていた状態で蹴りましたので、はい、やり直しになりますね。さあ裏ボール振った、スルーパス出す、さあチャンスになるぞ、右からかわしてシュートに行くか、ナイスブロックだ。一旦はかわされかけましたが粘り強く守った。さあ鈴木裏を狙うが、ここはディフェンダー対応する。左山野から一気に前線へ、抜ければチャンスになる、しかし旗が上がっています、オフサイド。まあ、ちょっとあの列の方が縦にちょっと急ぎすぎますよね。そうですね、はい、もうちょっと横に一本入れて厚みある攻撃をしたいと思いますけどね、はい、2対1名古屋が1点をリードしています。追う浦和レッズ、手元の時計で17分30秒回っています。名古屋ボールフリーキック、佐藤蹴っていく、鈴木コントロールもうまいですよね。もう本当ピタッと止めますね、はい、自分でこの次のプレーに行ける範囲内に確実にボールを収めてくる。 あと一番いいところは状況をしっかり把握ができているってところがいいですね、はい、さあその鈴木もう一度ボールをもらい直して縦につけて、さあ右新山、ちょっとここはボールが足につきませんでしたが、クリアをブロック。鈴木さん、ここで名古屋選手交代があります、はい、6番の木村選手に代わって3番の山田選手、あ、番号が違ったようなので訂正が入りました。改めてお伝えいたします。はい、さあここは名古屋佐藤優太、先ほどもいいシュートブロックがありました。クリアちょっと小さいが、さあ改めてお伝えいたしますが、はい、名古屋の選手交代です。14の野田選手に代わって3番の山田選手が入ります、はい、センターバックの野田に代わって3番の山田がピッチに入ります。おそらくセンターバックでしょうか。さあちょっと様子を見てみましょう。
左サイドバックですね。左ですか、はい、そうですね、左に入りましたね。さあ浦和ここでチャンスを迎えています。ゴールまでは30メートルほどか。山野蹴っていくゴール前、いいボールだな。ヘディングでオフサイドですね。オフサイドですか、はい、いやでも今ピンポイントで合いましたね、はい、いいボール蹴りますね、はい、今長身の8番カーラニを狙ったボールドンピシャリでしたが、わずかにオフサイド。名古屋ボールのフリーキック、センターバックの佐藤です。前に蹴っていく。浦和最終ラインボールを回収、右に展開、一度下げます。前に揺さぶって送ったんですが、さあバウンドしてセカンドボール、どちらが拾うか。裏ボール、うん、ちょっとパスが短いよ。さあこれは名古屋チャンスだ。鈴木シュートリング、これも強烈ハットトリック。後半21分、すごいシュートが。素晴らしいシュートですね。今日鈴木の放ったシュートは、1本目はちょっと違うんですが、2本目3本目、まあ、キーパー正面なんですが、パンチ力スピードがありすぎてゴールキーパーいずれも反応ができません。後半の21分、キーパーのね真上ですからね、はい、なかなか反応できないんですよね。さあ鈴木さん、はい、ここで名古屋また選手が入りますよ。15番の杉浦選手に代わりまして8番の芥川選手が入りました、はい、そしてこの後は続いて選手の交代もありそうです、はい、さあ名古屋15番の杉浦に代わって8番の芥川がピッチに入ります。3対1、さあ名古屋が2点リード。浦和なんとか逆襲していきたいんですが、ちょっと今勢いは名古屋がに分があるか。さあルーズボール、掘っていく13番の松島。さあこのセカンドボールの反応も鈴木が速い。間を抜いた同伯、中鈴木には通りません。さあ浦和ここはなんとか、うん、高い位置のディフェンス新山。さあ鈴木さん、はい、アディショナルタイム4分と表示されました。4分、はい。さあゴール前のクロス流れていく。さあ鈴木さん、ここで名古屋選手投入します、はい、9番の新山選手に代わって4番の吉田選手が入るようです。さあ名古屋はこれで6人ですか、7人全部ですね。さあリードしている名古屋は選手を使い切りました。まあね、だいぶ連戦で疲れもありますのでね。そうですね、ただ浦和はまだ今4人の交代ですから、あと3人、どこでカードを切ってくるか。浦和としてはこれフレッシュなプレイヤー欲しいですよね。ちょっと足もだいぶ止まってきているようですし、はい、さあ後半の20まもなく3分というところです。ゴール前のクロス拾って、うん、ここはちょっとトラップがワンタッチが長かった。さあ鈴木ボールをキープして3人に囲まれているが、さあ左から浦和河原にかわしていければというシーンですが、ここはコーナーキックをもぎ取った。2点を追う浦和、さあこのコーナーキックちょっとつなげていきたいですね。そうですね、ここで行ってほしいですね。左からのコーナーキックです。キッカーはレフティの山野。ゴールから離れるアウトスイングのボールが入ってくる。ゴール前中央だがヘディングクリア、いいボールだったんですが、さあここは鈴木一気にカウンターだ。よく見ている。ゴール前キーパーと1対1シュートはキーパー触ったか。ゴールライン終わりました。キーパー触りましたね。状況判断も抜群ですね。抜群です。パスのタイミングもいいし質もいいし、はい、さあその鈴木が自らまたコーナーキックを蹴りに行きます。今日3ゴール、
そして昨日までは5ゴールを挙げていますから8ゴールはこれおそらく大会トップのまま。そうですね。さあその鈴木のコーナーキック右足でニアサイドクリアになる。ここは山野追いつきたいが鈴木がもう一度ボールを回収する。かわしにかかったが山野がここに立った。さあ山野から中、うん、スライディングタックルきました。クリアです。さあ間もなく後半の25分になろうというところ。ノーエボール奪ったカラギ。さあカラギの上がりスルーパスを出す。さあ抜ければチャンスだが囲まれているが、名古屋のディフェンス集中してますね。集中してますね。2番の佐藤ゆずたを中心に非常に集中しています名古屋のディフェンス陣。またカバーリングもしっかりしてますね。はい。さあ中央へのクロスゴール前クリアボールもつないでくる名古屋だ。しかしボールを回収左につなぎたかったんですがセカンドボールもう一度浦和。そしてこの瞬間に長いホイッスルが吹かれました。2017岩田 U12 国際サッカー大会3位決定戦名古屋グランパス U12 対浦和レッドダイヤモンドジュニアの試合は3対1で名古屋グランパス U12 が勝利しました。さて石上さん試合を振り返っていかがでしょう。はい、やはりグランパスの20番の鈴木ハルト君ですか。はい。まあ今日3点ということでもう本当にドリブルシュート、はい、状況判断全て素晴らしいですね。すごいですね。はい、まあちょっと次元の違うプレイヤーと言っていいんではないかなと。まあ内容的にはね、はい、もう互角の内容でしたけど、ね、最後のフィニッシュでやはり、はい、あの3本のシュートっていうのはやっぱり素晴らしいですよね。先制したのは浦和でした。前半の14分8番のカーラギこれも見事なハーフボレーでしたよね。そうですね。非常に素晴らしいシュートでしたけれど、はい、そしてその後鈴木春人名古屋3点、ハットトリックで逆転勝利と、まあ、昨年の、くしくも3位決定戦同じ対戦では1対0で浦和が勝利しましたから名古屋としてはこれでまあ終わりこと。そうですね、はい、リベンジを果たして、さあこれまたでも来年今度は決勝戦で、そうですね、ぜひこの組み合わせを見たいですね。さて2017岩田 U12 国際サッカー大会3位決定戦の模様をお送りいたしました。この後決勝戦は、10時30分の予定です。さあこの時間は岩田市からのお知らせをお伝えいたします。岩田市広報校長のシティプロモーション課の尾崎翼さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、尾崎さんどうですかご覧になって。いやー暑い中ですけど小学生の皆さんとは思えないような質の高いプレーが続いていてすごくあのこっちも見てて熱い思いになりました。本当 U12 もう毎年去年に続いてもねさらに盛り上がってきそうな感じがしますよね。はい、さあそれでは尾崎さんここで岩田市のイメージキャラクター疾病の PV もご覧いただく前にお知らせがあるということでお話しいただいてもいいでしょうか。はい、岩田市は長野県の駒ヶ根市と今年度友好都市提携50周年を迎えまして実は本日もですね長野県の駒ヶ根市で友好都市の提携の記念の式典が行われております。疾病のお話を知っている方はご存知かもしれないんですが長野県の駒ヶ根市というのはあの疾病の物語のルーツでもあります高禅寺があることで非常に昔から岩田市と友好関係のあった町ということで、本日は記念式典が行われております。いつもいろんなイベントをお互いの場所で開催したりもしてますよね。そうですね。で、あの私どもの部署としましては、その記念としまして、駒ヶ根市さんと岩田市の、フォトコンテストというのを開催しております。
例年どんなお写真があるんですか？いつもはですね、磐田市だけで開催はしていたんですけども、笑顔のあふれるような、思わず笑顔になってしまうような写真を集めていたんですが、今年は少しそういったものをですね、駒ヶ根市さんと一緒になってやっていこうということで、今現在実施しております。いつまでが締め切りなどもありますか？はい、締め切りはですね、10月31日なんですが、長野県の駒ヶ根市で撮った写真でもいいですし、磐田市で撮った写真でもいいんですが、広く皆さんから写真を募集しております。で、今皆さんがよくお使いになっている SNS なんかを活用してですね、インスタグラムの投稿でもできるように、ハッシュタグで投稿できますよという方法でも写真を募集しております。磐田市もね、オフィシャルのインスタだったり、いろんなソーシャルネットワークサービスを駆使してますよね。そうですね。昨日もですね、市内で行われた花火大会をライブ中継してたりですとか、いろいろな皆さんからいただいた写真をですね、そういった SNS を使って、広く磐田市の PR のために行っておりますが、今回は笑顔の写真だったりだとか、本当に皆さんが好きな、その観光パンフレットに載ってなくてもいいんで、皆さんが感動するような、心温まるような風景の写真であったりですとか、そういったものをインスタグラムであったりですとか、一眼レフなんかを持っていらっしゃる方は、しっかりとした、決めた写真をですね、ぜひ磐田市に向けて投稿していただければと思っております。で、今回も磐田市のインスタなどでは、タイのね、選手たちが渚の交流館でお食事を取ってるシーンもありましたもんね。はい、私が直接取材に行ってですね、同僚と一緒にインスタグラムにアップさせてもらったんですけども、そういったなんか思わず名産を食べてニコッと微笑んだようなタイの選手の笑顔がとても素敵だったので、今回上げさせてもらいましたけども、そういった写真、食卓を囲んだ家族の写真だったりだとか、恋人とちょっと磐田だったりとか駒ヶ根に旅行行った時なんかの写真で、ちょっと自慢したくなるような写真でもいいので、ぜひ皆さんにね、いろんな写真を投稿していただきたいなと思っております。私もハッシュタグもいくつかあったりもするんですよね。教えていただけますか？はい、常につけてるのはですね、磐田市の頭に意をつけて、いい磐田市ということでやっていたりですとか、観光名所や場所についてはですね、磐田っていいなっていう、その気持ちの伝わるようなハッシュタグをですね、つけて普段投稿していただいておりますが、今回の、駒ヶ根市のフォトコンテンツとについては、磐田っていいな2017っていうことで、場所や風景を撮った写真についてはそのような投稿の仕方をしていただきたいですし、先ほど言った、笑顔の写真なんかについては、ニコニコ磐田ということでですね、ハッシュタグをつけていただければ、こちらの方で、確認をさせていただきますので、ぜひ数多くの写真を投稿していただきたいですし、詳細についてはですね、磐田市のホームページや駒ヶ根市のホームページでも掲載させていただいておりますので、ぜひそちらをご覧いただいて、皆さんの投稿をお待ちしたいと思っております。またね、本当そういったハッシュタグをね、クリックすると、本当磐田市のいいところが満載で、ね、ほっこりするような写真が多いですもんね。そうですね。思わずですね、磐田に来たくなったりですとか、見ただけで思わず笑顔になってしまうような写真が本当にたくさんありますので、ぜひ一回ですね、投稿なしでも一回見ていただけると嬉しいなと思っております。また今回の U12 でもね、たくさんの写真がアップされるといいですね。はい、そうですね。まだ決勝戦ありますので、今からでも間に合いますので、ぜひね、こちらの会場に来ていただいて、熱戦の写真を撮っていただければと思っております。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、磐田市イメージキャラクター疾平の PV をご覧いただきたいと思います。また10時、この後もですね、再び決勝戦の出場、両チームの情報なども織り交ぜながら、ピッチリポートなどもね、お伝えしていきたいと思いますので、では、疾平のPV をご覧ください。
岩田市イメージキャラクター疾平の PV をご覧いただきました。さて、2017岩田 U12 国際サッカー大会、この番組は岩田スポーツ交流の里ユメリアよりお送りしております。この大会は12歳以下の選手で構成されました国内9チーム、国外3チームの計12チームが参加した国際大会で、7月27日からここ岩田市内各所で試合が行われています。そしてこの後まもなく10時30分より決勝戦が行われます。ではさて、ピッチリポーターの細田さんを呼んでみましょう。細田さん。はい、決勝戦をお伝えいたします。細田です。やはり決勝を前に今回ね、出場していた選手の皆さんも続々と集まっていたり、岩田市内、そして浜松や近隣の皆さん、また県外からもね、多くの観客の皆さんが駆けつけて、今か今かと待ち望んでいるところです。この決勝は7月の27日から12チームで競われてきて、いよいよテドン小学校と、そして横浜 F マリノスのジュニアの、ね、皆さんとの決勝のカードとなりました。またこのカードも去年と同じということで、やはりマリノスの皆さん、そしてテドンの小学校の皆さんも、またこのかのカードは勝利を目指すということでね、気合十分のコメントもたくさんいただきました。さあ、それではここでお話を伺いたいということで、大会会長、そして岩田市体育協会会長の川島直樹さんにお越しいただきました。川島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この大会、去年に引き続いて2回目となりました。ご覧になってみていかがですか？そうですね、去年は初めての大会ということで、私も比較するものなかったんですが、今年はですね、選手の皆さんが去年よりまだ一段と技術から戦術から高度になってですね、大変いい大会になってきたなと、こういうふうに思います。やはり岩田のね、この地で国際大会が行われる意義というもありますよね。そうですね、アンダー12ということで、子どもたちのいい経験になればなと、これ思います。で、その中で外国チームとですね、が来ていただけるってことは、なかなか貴重な体験でありますので、国際交流を含めてですね、人間形成の、この向上にもつながっていただければありがたいなと思っております。今回もホストファミリーの皆さんも多くね、名乗り出ていただいて、いろんなおもてなし考えてくださってたようですね。そうですね、本当にホストファミリーの皆さんは夕食を、献立をどうしようかとか、それからどこへ連れてあげようとか、いろんな工夫をいただきましてね、それが大きなこの思い出になるではないかなと、こういうふうに思います。感謝しています。食事の面ですとか、また岩田観光というか、まあ、ちょっとした、ね、気分転換を考えてくださった方も多かったようですね。岩田市でも昨日もですね、イベントがあったもんですから、花火等を見せる、そういうようなこともその中には含まれているかなと思います。珍しいこともあると思いますので、喜んでいただけるかなと、ここに思っております。もう本当にそういった触れ合いを通じて成長をね、促したりとか、やはりこのここが舞台になるっていうところでも思い出の場所になりそうですもんね。そうですね、前にもね、女子高校のサッカー選手権があったわけですが、今回はですね、アンダー12のそういうなメッカ的なものにこれが成長してなれば大変幸せだなと思っております。またいよいよ決勝となりますが、どのようにご覧になりますか？たまたまですね、去年と同じカードということになりますけれども、予選もかなり高レベルの戦いになったものですから、この決勝戦もですね、素晴らしい試合になるではないかなと、こういうふうに思います。もう本当目が見え、ね、見逃せないですもんね。川島会長、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。はい、大会会長の川島様にお話を伺いました。さあ、いよいよ決勝が間もなくというところです。さあ、実況席にお返しいたします。2017岩田 U12 国際サッカー大会、いよいよ決勝戦がこの後始まります。決勝戦は A グループ1位韓国のテドン小学校対B グループの1位横浜 F マリノスプライマリーの対戦です。くしくも昨年の8月の2日に行われました2016年大会でも決勝戦がこの組み合わせだったんですよね。そうですね、スコアは4対1でテドン小学校が見事第1回大会の覇者になったというわけであります。さて、石上さん、これ両チームはどんなチームか簡単にご紹介いただけますか？はい、まずテドン小学校はですね、まあ、非常に体が大きい選手がたくさんいまして、まあ、パワーのある、まあ、フィジカルが強い、まあかなり激しいサッカーをしてきますね。はいはい、で一方のマリノスはですね、
技術がしっかりしてまして、しっかりポゼッションして、パスをしっかりつないで、きます。まあそういったチームですね。さて、ではここでもう一度ピッチを呼んでみましょう。細田さん。はい、さてこちらには静岡県のサッカー協会専務理事竹山勝司さんにお越しいただきました。竹山さんもよろしくお願いいたします。お願いします。さあ7月27日からこの熱戦が行われていますが、 U12 ご覧になってみていかがですか？やっぱり天候にも恵まれまして、暑いですけども、それの中で、それぞれ、勝とうとする意欲であったりとか、自分たちの、チームのコンセプトであったり、そういうものはよく出てて、大変しのぎ削ると同時にレベルは向上を図るには非常に良かったんじゃないかと思います。昨年に続いてというところで、今回も見応えのある試合がね、見られていますけれども、やはりそういったところで実感だったりとか、磐田市民の皆さんの気持ち、静岡県の皆さんの思いというのもあるんではないでしょうか？まだ2回目ですけども、やっぱり長く続けるためにはやっぱりそれだけの、価値というか、この大会の意義であったり認知されることが非常に大事だと思いますので、それぞれボランティアさんであったり運営さんであったり、いろんな方々の協力なりできませんので、その辺のところはみんなで準備をしてここまで来ましたので、引き続き、何回もできるような大会になっていただくことを願っています。着眼点としてもやはりジュニアの世代に注目したっていうのはやはり思いもあったりはするんですか？ですね、我々の首都圏サッカー協会では SBS カップがこの8月のお盆に行われますけれども、そして10月に駿河カップ、15歳の国際試合を行っています。そして、昨年からこの12歳の岩田での国際大会ということで、日本サッカー協会と J リーグというプロジェクトの中の JJP というものを承認いただいて、育成年代がきちんと国際試合ができているという、これは本当に静岡県サッカーの強みだと思っております。また選手の皆さんもこの芝に惚れ込んで本当に感動している言葉も多く見られましたよ。やっぱり芝生のメンテナンスだったり、の手入れも非常にいいと思いますし、そういう中で天然芝でもうサッカーやるのも国際的なもう本当の常識というか、必要不可欠ですので、大変いいんではないかと思います。いろんな貴重な経験ができそうですね。さあいよいよ決勝に向けて見事ころどんなところに注目ですか？そうですね、韓国のチームが昨年と同じカードということで、日本も、J リーグを代表するマリノスですので、そういった日本らしいマリノスらしい試合内容、そして韓国独特の強さ激しさ、フィジカルの面、そういう中で、それぞれの特徴がある試合ができるじゃないかと楽しみにしています。はい、ありがとうございました。竹山さんにお話を伺いました。さあ決勝戦どういう風な展開となるのか注目です。さあ実況席にお返しいたします。さていよいよ2017磐田 U12 国際サッカー大会決勝戦が始まります。25分ハーフ、右のエンドは黒いユニフォーム韓国のテトン小学校、左のエンドは白いユニフォーム横浜 F マリノスプライマリー。まずは前半の25分、横浜ボールのキックオフです。くしくも昨年2016年の大会と同じ組み合わせ。さあ前半の25分が今始まりました。横浜ボールのキックオフです。最終ラインからつないでいくが縦パス、セカンドボールを拾って22番斉藤ですが、さあテドン、ここはボールを奪って仕掛けていきます。11番のキムから縦のスルーパスはディフェンダー対応、キーパーのクリア、セカンドボールつないでいけるか、縦くさびを入れて落とす。さあ高石のディフェンス、左から14番のキムですが、さあもう一度ミドルシュート、強烈、いや今ロングシュートと言ってもいいでしょうか。20メートルを超える距離から放っていきました。今のは11番のキム・ウジンですか。非常にねテドンはパワフルなサッカーをしてきますね。先ほど両チームの選手が音楽に乗って入場をしてきた時も大きな声で気合を入れてましたね、
非常に元気あふれる、はい、統率が取れたチームですよね、はい、さあ一旦ゴールキーパーの草壁にボールを下げます。横浜 F マリノスプライマリー、昨年のこの2016年の決勝戦では4対1テドンが大差で勝利をしていますから、横浜としてはこれ絶好のリベンジのチャンスですね。そうですね、まあ、今回横浜の選手非常に技術がしっかりしています。まあ、止める蹴るはですね、はい、精度が高いですから、はい、まあ、十分にね、勝つチャンスはあると思いますよ。まあ、対するこのパワーで押してくるテドン、フォワードのいやディフェンダーのカン・ヒョンス選手は170は超えてるでしょうね。まあ、超えてますね、はい、非常に大きなセンターバック2枚です。でこの4バックはもう本当でかいですよね、はい、まあはい、ですのでやはりグランナーのパスを中心に攻撃しないといけませんよね。なるほど、なかなかハイボールだと勝てませんので。さあセカンドボール争い、一気にゴール前に放り込んできたのはテゴンですが、ここはゴールキーパーの草壁が対応します。では両チームのスターティングイレブンをご紹介しましょう。まずは右のエンド、黒いユニフォームのテドン小学校、ゴールキーパーはパク・ソンヨンです。 4-4-2 のシステム。ディフェンダーは左からノ・キョミン、イ・ヒジン、カン・ヒョンス、ジュ・ユンソン、ダブルボランチはキム・ウジンとイ・サンユンです。2列目はキム・チャンヒョクとミョン・スンジュン、2トップはイ・スンウォンとファン・スンジュン。さあ横浜チャンスの中、右から山本がボールをキープして、うちがあとここは味方同士ちょっと交錯してしまったか。セカンドボール縦に入れてボールが浮いているが、高さのあるこのテドンのカンヒョンス、ちょっとバウンドしたボールなんか本当に有利ですね、このセンターバックには。そうですね、はい、さあボールは横浜の最終ラインです。このディフェンダーのカン・ヒョンス選手は1ゴール決めてますね。まあ高さがあるのでヘディングなどは脅威でしょう。まあ多分リスタートですかね、はい、横浜はセットプレーでも要注意。さあここまで横浜のショートパスがつながっているが、ボールを奪ってから早い仕掛けを目論んでいるのはテドンです。しかし落ち着いてキーパーまで戻して、この辺り横浜は今うまく戦ってますね。そうですね、非常に前線でポゼッションしながらパスをつないでゴールまで向かってますよね、まあ、そこでボールを奪われると一気にロングボールで、テドンが攻め込むという形になってますね、はい、左のエンド白いユニフォームの横浜、一気に裏へ、ここはキーパー出てますね、よく読んでいたが、さあセカンドボール、ガラ空きのゴールには縦くさびを入れて、うん、中央まだボールがこぼれている、ここはクリア、あと相手に当たってキーパーにこぼれました。さあ左エンド白いユニフォームの横浜 F マリノスプライマリー、ゴールキーパーは16番の草壁です。ディフェンダーは左から平田、畑野、根樫、高島、ダブルボランチ池田と井崎のコンビ、2列目は石井と山本、2トップは斉藤と福本です。さて石上さん、この横浜の注目選手といったらどの選手になるでしょうか。22番の斉藤選手、この選手はですね、はい、ドリブルもうまいしテクニックありますよ、はい、それから29番のベンジャミンという選手ですか、はい、あまだリザーブですね。リザーブですか、登場するでしょう、はい、多分出てきたらちょっと面白い選手ですね。なるほど、鈴木さん、はい、あここでお話しすいません、はい、斉藤選手、22番の斉藤選手なんですが、はい、まあ、前線から、ね、貪欲に走り、仲間へも、ね、声を出す、ワントップでも、ね、活躍する斉藤選手なんですが、前でスピードで抜き去っていきたいと、やはり年中からサッカーを始めてマリノスへ合格した時は本当に嬉しかったんだと、キャプテンとしても、ね、気持ちを込めて戦っていきたいと気合十分でした。さあ横浜最終ラインからここはつないでいきたいところか、まずはクリアをしていきたいところですが、大きく前に蹴っていく斉藤の頭を越えて9番の福本、斉藤、さあここでボールを回収だ、囲まれているが奪われない、テクニックがある、まだボールを残しています、股を抜いた素晴らしいですね、すごいですね、さあここは一気に縦スルーパス、あ旗が上がった、オフサイド。この斉藤選手は
名前も俊介選手なんですね。そうですね。これ横浜でしたら現10番の斉藤学選手、はい、前の10番の中村俊介選手がもう組み合わさったようなとても印象的なお名前です。斉藤俊介選手、はい、さあオフサイドがありまして、ここはデロンボール、ゴールキーパーのパクスンを前に蹴っていく。セカンドボール福本絡んでいくが、池田から福本押されながらもタッチを割りました。さあ鈴木さん、はい、テドン小学校の団長でもあるカン・ギョンスヘッドコーチにお話を伺ったんですが、はい、やはり去年優勝となって、その後の大会などで立て続けに優勝を重ね、最強のチームになったそうなんです、はい、先輩の素晴らしい功績やテドンのイメージを汚さぬように、そしてまた後輩たちがこの大会に参加し続けることができるように、もう勝つためだけにゲームをしに来ているんだというふうにもね語ってくれました。まあ昨年に比べまして個々の能力はズバ抜けていいとはまだまだ言えないけれど、やはりチームの選手たちの成長を信じて見守っていきたいともね語ってくれました。さあテドンなんですが、昨年2016年は韓国の全国大会、大きな大会が3つあるんですが、この3つとも優勝、3冠を達成してるんですよね。まあこのチームはですね、韓国から優秀な選手がですね、はい、集まってくるチームで、非常に海外のチームにもですね、たくさん、はい、送り込んでますよね。なるほど、そして今年2017年は全国大会低学年の部では優勝を果たしているという、まあ、韓国最強のチームと言っていいでしょう。もう私もですね、はい、3月にテドン賞に行きまして、まあトレーニングを見てきたんですよ、はい、まあ非常に素晴らしいトレーニングしてますよね。そうですか。さあ迎え撃つのは横浜 F マリノスプライマリー。ただ先ほど、まあ、テドンの守備網をかいくぐってショートパスをつないでチャンスを作っていた。ちょっとこのゲームどちらに転ぶか全く分かりませんね。そうですね、うまく中盤をマリノスが支配できれば、はい、マリノスのチャンスが多くなると思いますけれど、ただパワープレーでねテドンは来ますので、さあロングボールを放り込んでいくテドン、バイタルエリア、こぼれ球、さあここは対応をしっかりしていきたい横浜です。あ、うまくタッチに逃げました。前半の8分早くも30秒を回ろうというところです。25分ハーフ決勝戦、テドン小学校対横浜 F マリノスプライマリー。ウラウンダーのクロス、ここはうまく回収です。池田から、さあ斉藤俊介、2対1ですね。これはチャンスだぞ。チャンスですよ。ゴール前に、ああ、オフサイドか。そうですね、今わずかに前でした。ちょっともったいないですね。そうですね、わずかに福本が前でした。鈴木さん、まあ、はい、ラインをしっかり見てほしいですね、ああいうところね。さあ今のプレーでも起点となりました池田選手にもお話を伺って、30番の池田選手なんですが、はい、まあ、相手がどこであれ自分はこれだけ、自分たちはこれだけできるんだぞとアピールしたいということで、テドン賞は個人で死のトレ戦でも対戦したことがあるそうで、フィジカルが強く荒いプレーもあるが、背負いながらでもうまくかわしてシュートを打たせないようにしていきたいともね語ってくれました。まさにチームのダイナモ、ボランチの30番の池田選手。さあ横浜、しかしここまでいい戦いをしています。先ほどは2対1、非常にいいチャンスがあったんですが、惜しくもオフサイドでした。横浜ボール、しかし横浜は落ち着いて回してますよね。そうですね、まあ一人一人非常にテクニックありますので、はい、まあ、そういう部分ではやっぱり自信持ってるんじゃないでしょうかね。昨年の大会ではテドンと対戦して4対1、やはりテドンの身体能力に圧倒されている印象があったんですが、ここまでしっかり横浜がポゼッションである意味主導権を握っています。さあその池田、縦スルーパス、ちょっと長すぎたか、ただイメージは良かったですね。そうですね、はい、あそこでコントロールできればねシュートまで行きますので。今は左のワイドの4番の石井もフリーでした。さあ鈴木さん、はい、横浜の10番平田選手もですね、はい、やはり昨年の悔しさもあると、体格では負けるが気持ちとチームの団結力では負けないということで、10番を背負うプレッシャーや緊張はあるが、ゲームを組み立てて仲間を信じてチームを引っ張っていきたいとも言っていました。さあその横浜ボール、
山本はためを作って、あ、横パス狙っていたぞ。さあここはキム、シュートに行ったがちょっとこれは引っ掛けてしまったでしょうか。ミートすることができませんでした。11番のキム・ウジンのシュート。横浜は最終ラインからじっくりつないでいきます。縦、さあ斉藤俊介右に展開します。間、うん、今いい読みでしたがちょっとパスの精度を欠いたか。さあ今度はテドン、しかしボールを奪って右から仕掛けていきます。ボールを奪った横浜、ドリブルで上がっていく、縦裏に抜ければですが、ここはディフェンダー対応だ。右サイドバックのジュ・ユンソン、スローインは横浜です。25分ハーフの決勝戦の前半、まもなく12分、まだ両チーム得点はありません。ここまでシュート数両チームともに1本ずつ、コーナーキックはゼロです。まあ、マリノスは気をつけたいのはやっぱりリスタートですよね、はい、コーナーキックとかフリーキック、こういったことはやっぱりできるだけ与えないという、はい、そういうことも必要ですよね。まあ、高さでは分がある手の小学校ですから、まあ、セットプレーには要注意。さあボランチの池田、ここは小競り合いですがルーズボール拾います。回収する高島からゴールキーパーに戻します。このキーパーに戻すあたりのプロセスは本当に安定してますね。そうですね、まずはい、安全ですね。なかなかサッカーをしてますよね、はい、さあ横浜ビルドアップしていきたいところですが、ボールを下げます。じっくりと最終ラインから組み立てていこうという横浜 F マリノスプライマリー。サイドを変える、右から今度は中央だ。ボランチの池田です。縦くさびを、ちょっとボールが足につかなかった。さあ今度はテドン逆襲できるか。さあ斉藤俊介ボールを、おー、ここはスライディングタックルをかわす。ドリブルで上がっていく、ドリブルで上がっていく、上がっていく、シュートに行くが、ここはブロック、ボールこぼれてキーパー対応か。あ、セカンドボールもう一度横浜、あ、旗が上がってオフサイド。10番の平田がくさびを入れてオーバーラップというシーンでしたが、そしてここでウォーターブレイクとなります。前半の25分、2017磐田 U12 国際サッカー大会決勝です。テドン小学校対横浜 F マリノスプライマリーの試合、前半現在13分30秒を回ったところ、まだ得点はありません。さて石上さん、はい、この前半の今途中までご覧になっていかがでしょう。まあ、非常にあのマリノスがですね、しっかりボールを丁寧につないで、あの攻撃をしてますよね。今現在あのウートブレイク前ですけれど、はい、非常にマリノスの方がですね、うん、ペースを握っているという状況ですね、はい、ただこれテドンはセットプレーなどは本当にマリノスとしては要注意ですからね。そうですね、やはり高さありますので、はい、まあ、それにはやっぱり注意をしてできるだけファウルをしないということが必要ですよね、はい、でもマリノスの選手一人一人技術がやっぱ高いですから。そうですね、落ち着いてますよね、はい、特にあのボールを奪ってから最終ライン、まあ、ディフェンダーを経由してゴールキーパーに戻すプロセスなどは本当に安心して見てられますね。そうですね、もう本当に大人のサッカーというか、はい、で相手を前に釣り出しておいて、そこからまあサイドないし中を使って、はい、ただまあスルーパスオフサイドになったシーンが何回かありましたが、これが通ってくれば、そうですね、そこの間にボールをうまく、はい、あの出せればチャンスはまた増えてきますよ ね、 ですね。さあ、まあ、テドンとしてはまだここまでちょっと試合のペースを握れてはいないとは思いますが、やはり身体能力高さで上回っていますから、一発は十分にありえます。まあ、昨年のこの2016年の大会では4対1、テドン小学校が横浜 F マリノスプライマリーを、破っている。そして、大会初優勝、まあ、初代王者に輝いている、まあ、横浜としてはやはりここはリベンジをしていきたいというところであります。鈴木さん、はい、ここでテドン小学校動きがあるようです。あ、そうですか。
7番のイーサンホン選手がアウトになりまして、はい、52番のパクスンギョム選手が入るようです。52番最も大きな背番号のパクソンギョム、今大会1ゴールを決めています。このままボランチに入るんでしょうか。さあ、手の小学校早くも選手を変えてきました。やっぱりこれボールの収まりどころということでの交代でしょうかね。どうなんでしょう。そうですね、やはり、まあ、ある意味ゲームメーカー的なポジションなんですが、はい、サイドに入ってきましたね。あ、サイドですか、はい、ということはサイドのプレイヤーが中にスライドしたということでしょうか。そうですね、左のワイドに52番の代わって入ったパク選手が入っています。おそらくボランチはこれ11番のキム選手と、あとは14番ですね、はいはい、キム選手同士ですね。キムチャンヒョク選手とキムウジン選手がダブルボランチ。さあプレー再開です。早いですね。さあ変わって入った、ここは上がっていくぞ。ゴール前のクロスは中央、ヘディングの落としはワンタッチあってコーナーキック、いきなり見せました。52番のパクソンギョム、まあ、スピードがありますからサイドからこうえぐっていこうという狙いがあるでしょうね、はい、ですね。さあ右からのコーナーキック、これは今日両チーム通じて1本目です。キップカーは6番のノーキュミン。ボールは中央、ヘディングの落としは、いやーはり一発ありました。背番号13番のカン・ヒョンスカ、ちょっとデータはないんですが、おそらく170センチ近い身長があるかと思います。もっとあるでしょうね。もっとありますかね。ありますね。今現在ピッチ上では一番大きなプレイヤーだと思います。ヘディングで決めました。あのボールをやっぱり捨てれないですよね、なかなか。そうですね、マリノスの選手は。前半の18分、テドン先制。ただ試合のペースを握っていたのは横浜です。まずは1点を取っていきたいのは横浜。さあボールを奪って左に展開していきます。一度下げて、ここはさらに下げません。クリアしていきました。タッチを割ってスローイン横浜です。最終ラインこの選手も高さがある。6番の畑野からゴールキーパーの草壁にボールが下がる。センターバックの根がし、やはりセットプレーはポイントになりました。テドン、さあ裏へ斉藤俊介抜けて、これはキーパーと1対1、絶好のチャンス。ワンタッチが長すぎた。そしてその後、ちょっとキーパーチャージでしょうか。ちょっとドリブルが大きくなりましたね、最後ね。ただ今抜け出しは絶妙抜群でした。青とここで単価が運び込まれます。スルーパス抜け出した横浜の斉藤、そしてゴールを守ったパクスンヨンが接触、ちょっと顔にもしかしたら足が入ったのかもしれません。単価が用意されていますが大丈夫でしょうか。立ち上がって今水を口に含みます。横浜としては絶好のチャンスでした。どうやら大丈夫のようですね。ただ今横浜の斉藤の抜け出しスピードありましたね。はい、ありましたね。タイミング良かったんですけど、はい、最後のドリブルが少し大きくなってしまったんですね、はい、まあもったいないですね。まあでもこういう攻撃をですね、たくさん続けていけばチャンスは ありますので、はい、さあ1対0テドン小学校1点のリード。ゴールキーパーパクスンヨンのキックでのリスタートです。さあセカンドボールは草野側に展開していく横浜。向こう正面ドリブルで上がっていくか。おー、テドン寄せが早い。9番のファン・スンジュ、横浜ボールです。右のエンドの中盤、
ペト小学校を押し込んでいく。さあここはもう一度スローイン横浜、ボランチの池田うまくいなして、しかしここもワンタッチが長かった。さあテドンはここはカウンターを狙っています。右にパスを出す、ゴール前に一気に2枚3枚上がっていく、右からグラウンダーのクロス、ここはディフェンダー対応が、またコーナーですね、はい、今のは福本でしょうか。さあここで鈴木さん交代があるようです、はい、横浜 F マリノス、4番の石井選手、そして5番の、高島選手に代わりまして、はい、28番の新田選手と29番のベンジャミン・ドランゲ・ハンセン選手が入ります。さあ注目の、選手が入ってまいりました。4番の石井に代わって28番の新田、5番の高島に代わって29番のベンジャミン。しかしコーナーキックはテドンです。ゴール前ヘディングでのクリアが、さあここはルーズボールですが、立ち合いギリギリボールを残したのはテドン、ゴールキーパーまで下げます。ここは落ち着いている。さあボールはテドのゴールキーパーパクスンヨンです。前に送る、テドが1点取ってからリズムをつかみ始めましたかね。そうですね、パスがちょっと回るようになってきましたね、はい、さあ横浜はここで前に大きく蹴っていったがヘディングで戻される。セカンドボールはどちらか。さあ斉藤俊介、一旦ディフェンスラインにボールを下げます。畑野からサイドを変えて、さあここでベンジャミン、一度戻します。畑野、鈴木さん、はい、さあ先ほど入りましたベンジャミン選手なんですが、選手間の話を聞いていると、はい、今日活躍選手でベンジャミン選手の名前も出ていました、はい、ベンジャミン選手はノルウェーと韓国のハーフということで、とても甘いマスクもしてあ選手たち の信頼も厚いようですよ。右のサイドバックに交代して入っています、ベンジャミン・ドランゲハンセン。さあそのベンジャミンにパスが通ります。落ち着いて一旦ボールを戻す。まもなく前半の24分ですが、ウォーターブレイクがありましたのでまだまだ時間はあります。なかなか前線にパスが入ってきませんね。そうですね、ちょっと1点を失ってから横浜はなかなかリズムが元通りになりません。さあ横パス、ここはつないでいく、平田が一度落としてセンターバックの畑野。だいぶ中盤はコンパクト、一気に裏ですがこれはなかなか通らないか。しかしセカンドボール、ああボールが足につかない。さあ斉藤、ミドルシュートを打っていく、これは強烈、いいシュートでしたね。いいシュートでしたがキーパー正面でした。さあ間もなく前半のアディショナルタイムとなります。ゴールキーパーパクソンようまく時間を使う。前半のアディショナルタイムは4分です。タッチ終わってスローイン、ここは横浜ボールか。1対0、瀬戸小学校1点のリードです。どうやらファールがあったようです。瀬戸ボール、まあ警戒していたセットプレーからの失点、やはりでかいですからね。そうですね、さあ1対0、まあ、こういうねフリーキックも気をつけないといけませんね。そうですね、キッカー得点を決めたカン・ヒョンス、
放り込んでボールがやはり飛ぶセカンドボールシュートに行ったがここは枠を捉えませんでした。ただワンタッチがあってコーナーキック、さあテドンのチャンスが続きます。横浜としてはこれ以上の失点は避けたいですよね。そうですね、なんとか1点で抑えておけばまだまだチャンスありますので、はい、右サイドからここは6番のノーキュミンが蹴りに行きます。左足のキッカーゴールに向かうボールが入ってきます。両手を上げて、お、トリックプレーだ。スルーしてシュートに来る。枠を取れません。ここはコーナーキックは認められません。ゴールキック無難だときましたね。ですね、まあ逆にテドンだと高さがあるから高さを警戒してくるだろうという、まあ、ある意味裏逆を取ったようなプレーになりましたね。さあセンターバックの根樫からボランチの池田が最終ラインに下がっている。左に展開します。センターバックの畑、ただ横浜もこれセンターバックの畑のあたり高さがありますからセットプレーもしもらえればチャンスになりそうです。そしてセカンドボール囲まれているがどちらにこぼれるか。たまには激しい斉藤ドリブルで上がっていく。うん、ここはしかし相手のディフェンス。もう一度池田から裏へ、うん、ちょっとボールが長かった。ゴールキーパーのパクスンヨン、ベースラインに7人ぐらい入ってますからね、テドンは、はい、テドンはこれまあ1点リードしてますからまずはこのまま1対0で後半に入りたいというところでしょうか。横浜としては前半のうちに追いついておきたい。山本タッチを割ってここは横浜ボールです。山本のスローイン、早いリスタート下げます。さあこの最終ラインからまたリズムを作っていきたい。センターバックの畑野、ロスタイムは3分が経過しています。セカンドボールも拾えているんですがテドンがちょっと、まあ、後ろ重心と言っていいでしょうか、守備固めにこの前半の終わり入っています。アディショナルタイム、山本から中池田、池田うまくいなして縦スルーパスちょっと早いか、いやちょっとこれ間がないですね、ディフェンスラインは、はい、まあ、このテドンのディフェンスラインの裏にですね、はい、ちょっとあの入れたら面白いかと思うんですけどね。もう完全にもうテドンはブロック作ってますから。そうですね、今こうやって見ても最終ライン6枚入っています。さあアディショナルタイム間もなく4分、そしてこの瞬間に前半終了です。2017磐田 U12 国際サッカー大会の決勝、韓国のテドン小学校対横浜 F マリノスプライマリーの試合、前半セットプレーからカン・ヒョンス選手のヘディングシュートが決まって1対0、テドン小学校が1点をリードしています。さて石上さん、前半を振り返っていかがでしょうか。そうですね、あのマリノスはもう自分たちのもういつもやっているポゼッション、はい、しっかりパスをつなぎながらゴールまで目指すというサッカーをしっかりやってますよね。まあ、一方のテドンはですね、まあ、やはりリスタートからのコーナーキックからのヘディングシュートで1点を決めまして、はい、でその後やはり守りが入ってますよね。守備をしっかり固めてカウンターということを今テドンは考えていると思うんですよ。マリノスはやっぱり、しっかりポゼッションしながらやっぱり自分たちのサッカーを得ながら、うまくそのスルーパスですか、ディフェンスラインの背後にですねうまく入っていけたら、チャンスは出てくると思います。なるほど、はい。まあ、テドンとしてはこれ1点リードしてますからね。ただまあ今のように最終ライン固めてということはおそらく後半はないとは思うんですが、はい、まあ、やはり身体能力、まあ、高さもありますし、やっぱりあのセットプレーマリノスはまた要注意ですね。そうですね。
さてでは現在のピッチの様子伺ってまいりましょう。ピッチレポーターの細田さん。はい、ピッチのレベルということで観客席は本当に埋め尽くされる限り多くの観客の皆さんが集まっております。またピッチレベル37度ということで体感温度として湿度も高いようでとてもねべったりとしているんですが、時折吹く風にちょっと心地よさも感じているようなところでございます。さあ今回のテドン小学校の今大会を振り返ってというところで、カン・ギョンスヘッドコーチも天候に恵まれてスタッフや市内のご家族の皆さんも去年よりもさらに配慮もしてくれて選手たちも喜んでリラックスをしていると語ってくれました。選手の皆さんもジュビロ磐田のサポーターの皆さんも多く受け入れを行ってくださっているようで、25世帯が磐田市、そして1世帯が袋井市などなどご家族の方が受け入れをしてくださり、昨日の花火大会やまた商業施設での買い物、またバーベキューや焼肉、寿司、カレーなどでおもてなしをしているそうで、韓国の、ダンスを披露したいとね、選手たちもね、本当にこやかな笑顔でも語ってくれました。またカンギョンスヘッドコーチが語っていたように、韓国では人工芝ばかりで天然芝はなく、芝の状態も素晴らしく韓国に持ち帰りたいぐらいだと、選手たちもねこの天然芝で行えるサッカーをとてもね喜んでいたそうです。またこの芝をね管理している皆さんも今回この大会に18ミリで揃えているそうなんですが、先日の火曜日水曜日と前々の日から準備をして、この綺麗な芝で子どもたちにねプレーを楽しんでもらいたいと準備もしていました。さあマリノスも新横浜とオッパマとの合同で、参戦しておりまして、8人制にも慣れているので11人制のね適性も見ながら経験を積んでいきたいと、また合同でのチームでこの後8月6日からベルギーでの大会も控えているそうで、いい形でこの大会を残してそしてベルギーで、勝ち進んでいきたいということでね、この最後の最後までこの優勝という2文字に向けてマリノスの皆さんも頑張っているようです。さあこの決勝戦後半どんな戦いになるのかも注目していきたいと思います。さあそれでは実況席にお返しいたします。ピッチリポーターは細田彩さんでした。ありがとうございました。さて、2017磐田 U12 国際サッカー大会決勝、韓国のテドン小学校対横浜 F マリノスプライマリーの試合、前半の25分を終了して1対0、テドン小学校は1点をリードしています。昨年の2016年大会の決勝もくしくもこの、両チームの組み合わせ。結果は4対1でテドン小学校が初代王者に輝いています。さて、前半のちょっとスタッツを簡単にご紹介しましょう。手元の集計ですが、テドン小学校がシュート4、コーナーキックが2、得点は1です。横浜がシュートが2でコーナーキックはありませんでした。横浜が前半の立ち上がり、ボールを支配したんですが、思ったよりシュートなかったですね、そういえば。そうですね。中盤ではしっかりボールを回せるんですけれど、はい、なかなか最後のフィニッシュのところですね、ボールが出てこないもんですから、シュートがちょっと打てませんね。ただスルーパスから、オフサイドにはなったんですが、絶好のチャンスはあったんですけどね。そうですね、一本22番の、はい、斉藤選手が、抜け出して、もう本当に決定的なチャンスだったんですけどね、はい、ここで決めれきれば、ちょっとまた面白くなったなと思うんですけどね、はい、そういう場面をたくさん作ることがマリノスの勝利につながってくるのかなと思いますけどね。なるほど、はい。さあ間もなく選手たちがピッチに登場してまいります。レギュレーションでは各チームともリザーブメンバーは最大7人、その7人全員に交代が認められています。早くも前半、テドン小学校は1人、そして横浜は2人メンバーを変えてきています。2017磐田 U12 国際サッカー大会の決勝、韓国のテドン小学校対横浜 F マリノスプライマリーの試合、1対0。さあ手元の温度計では現在気温が35度、湿度は 60%、 非常に蒸し暑いですよね。今日は一番暑いですかね、この4日間通して、はい、選手たちもこれが4日目ですから体力の消耗も激しい。しかも5分ずつ、前後半試合が長いですからね。
さあ、そしてどうやら手動小学校、メンバーチェンジがあるようです。横浜も一人スタンバイをしていますね。手動小学校は10番のイ・スンウォンに代わって8番のナ・ヨンフン、ナ・ヨンフン選手はフォワード登録ですから、おそらくそのままトップに入るでしょうか。さあ、そして横浜もどうやら選手が入りそうです。さあ、こちら、はい、あの選手交代ということで、マリノスは1番福井選手と2番の井川選手が入るようです。はい、1番の福井、福井はゴールキーパーと、そうですね、ゴールキーパー1番の16番の草壁から1番の福井に代わり、そして、フォワード登録2番の井川が、誰がアウトでしょうか。もし分かればまたお伝えいただければと思います。9番の福本に代わって2番の井川でしょうか。どうやらそうですね、9番の福本が下がって2番の井川がピッチに入りました。さあ、これで横浜は全部で4人カードを切ってきています。手動小学校は2人、まあ、先ほど細田さんのお話にもあったんですが、この磐田 U12 国際サッカー大会の魅力はやはり、磐田市内あるいは近隣の都市でホストファミリーの方が海外のチームの選手を受け入れているんですよね。そうですね、まあ、非常に食事とかもですね、気を使っていただいて、はい、うん、選手たちも喜んでるところを言ってますね。はい、これは非常にいい思い出になるんではないかと思います。さあ、後半の25分が始まった決勝戦です。左のエンドは黒いユニフォームの手動小学校、右のエンドは白の横浜です。手動小学校ボールのキックオフから始まっています。さあ、横浜最終ライン、畑野からここはつないでいきたいところですが、一気に前線ですが、ここはタッチを割ります。ちょっと横浜は早めに前線にというシーンが前半の終わりから多いですね。まあ、そうですね、はい、まあ、でもポゼッションしてくると思いますよ、はい、さあ、もう一度リズムを掴んでいきたい。ダイナミックなここはサイドチェンジ、サイドバック右チベンジャミン、一つ前ボランチの池田、池田が落ち着いて左だ。さあ、ここから平田がドリブルで上がっていこうというところですが、中クロスを放り込んだんですが、これは直接ゴールラインを割っています。ボールキックでのリスタートになります。そして手動小学校もどうやらここでまた一人メンバーを変えてきそうです。さあ、ここで手動小学校、はい、じゃあ今47番のキム・ジュンミン選手が入るんですが、はい、12番のミョン・スンジョン選手に代わっての投入です、はいはい、さあ、その前に横浜の攻撃、斉藤俊介、縦スルーパスを出しましたが、ここは誰も反応できず、手動小学校のゴールキーパー背番号1番のパクスンヨン、前半も時間をうまく使うクレバーなプレーが見られましたね。そうですね。さあ、鈴木さん、このパクスンヨン選手、はい、話の中でも10年の中で一番の逸材ではないかというふうなキーパーとして話もありまして、やはりテドンはキーパーコーチが専属でいるのでぐんぐん伸びていくというふうにもね、話を伺いました。なるほど。J リーグでも韓国の、さあ、ゴール前にクロスが入ったぞ。ここはヘディングで、あ、うまいクリアになりました。 J リーグでも韓国のゴールキーパーは大勢活躍してますよね。まあ、増えてきましたね。はい、まあ、一応味わう形でね、はい、使いますので、また身体能力も高いですからね。さあ、後半の3分になろうというところですが、ここで先ほどお伝えをしました、はい、キム・ジュンミン選手がここで入りました。さあ、キム・ジュンミンがミョン・スンジュンに代わってピッチに入ります。さあ、そのコーナーキック、ここはゴールの後ろですね。はい、
横浜ボールのゴールキックでのリスタートです。横浜はこの最終ライン畑野から一度ゴールキーパーに下げます。代わって入った福井、さあ畑野がゆっくりとドリブルでボールを持ち上がっていく、ハーフウェイライン付近までボールを運んだ左平田、相手の寄せが早い囲みが、さあここはボールを奪われてペドンボール、しかしもう一度奪い返す、右には出す、あここで出ます、右サイドベンジャミン、左手山本でしょうか、中池田に預ける、さあまた横浜リズムが出てきました。テドンはどうでしょう、今最終ライン5枚入ってますかね、入ってますね、やはり1点をリードしている、ここは焦らず相手を受けようという姿勢でしょうか、まあ、カウンター狙いという形で来てますね、はい、基本システムは 4-4-2 です。テドン小学校もう最終ライン6枚いますからね今、あそうですね、なかなかそこの中盤でのこの中を割っていくのは厳しいですね、はい、そうですね、この場合はどう攻略したらいいでしょうね、最前置しながら、人数少ない方少ない方へこう回していくってことですね、なるほど、さあスルーパスチャンスですね、左から旗が上がってまたのオフサイド、ちょっと気持ちが流行ったか28番の新田、まあ、今のように、ね、はい、ドリブルで崩して最後スルーパスとか、まあ、ワンツーで抜け出すとか、まあ、そういったプレーができれば、突破は図れるんじゃないかなと思いますけどね、なるほど、はい、さあここは焦らず落ち着いていきたい横浜です。セカンドボール横浜、畑野から根菓子、モランジュの池田、縦くさび斉藤、横パス残している山本が一度ボールをこねてためを作って池田スルー、畑野、さあ相手陣内に入っていく、左平田下げて畑野、しかしこうしてみますとトップリーグの試合が見ているような、そうですね、ボールの動きですね、もう完全テドンは引いてますからね、はい、テドンは今最終ライン6枚入っています。ただこうなると横浜としてはこの辺りでボールを持たせてはもらえるんですが、そこからどう攻略するか、あテドン寄せが早い、まあ、早いサイドチェンジを行うとか、はい、中央ドリブル仕掛けといて中央に選手を集めておいてサイドからまた攻撃を仕掛ける、まあ、いろんな手はあるんですけどね、はい、なかなか今ボールを動かしてないんですよね、はい、もうちょっと早くこうボールを動かせるとチャンスは出てくると思うんですけど、しかし後ろに6枚並ばれるとなかなか攻略の機会も失われていきます。さあ鈴木さん、はい、そこの横浜なんですけれども気持ちとして貪欲さを感じるというところで井川選手後半からも入りましたが腕を骨折してしまったようで長く戦列を離れていたようなんですが、やはりこの大会に向けて結果を残したいということで復帰して、試合に向けてゴールに向けてというところでもうやはり活気のある選手だというふうにも監督が語ってくれました。さあその井川がスペースに動き出すがなかなかちょっと前を向かせてもらおうと横パスカットしてここはテドン逆襲だ、ファン・スンジュン相手を引きつけてここはスローインをもぎ取りました。テドンボールうまく時間をね、そうですね、左右へ持ってって使うというなかなかそういうところはやっぱりクレバーなところありますよね。そうですね、このあたり試合巧者ぶりを発揮しているのは韓国のテドン小学校です。スローインはパクソンニム、中預けて横パス、うん、ゴール前だがここはクリアできるか横浜、さあテドン攻めてくる、
倒れて、これはコーナーキックをもぎ取った。テドンはこれが4本目ですか。左からのコーナーキックです。やはりこういうリスタート注意しないといけませんね。キッカーは背番号14番のキム・チャンヒョク。キーパーがこれ出れないですね、ボール来てもね、あんだけ前にいたらね。そうですね。さあ、先ほど得点を決めたカン・ヒョンスはキーパーよりも大きいですね。お、ショートコーナースルーしてトリックプレーだ。さあ、ゴール前。こういうカウンター大事、早くしたいですね。そうですね。しかしまだちょっと密集地帯からボールが抜け出していない。ここでようやく形になる旗の縦、いいパスが通ったが、さあボール残している。中を使って、さあ斉藤へはスルーパスは通りません。しかしまだある。右から山本、左足で、ああ、枠を捉えなかった。クロスバーを越えていきました。今うまく左に切り返して狙っていったんですけどね。そうですね、ちょっと今浮いてしまいましたね、はい。さあ鈴木さん、ここでマリノス交代があります、はい。28番の新田選手に代わって7番の服部選手が入って、さあ28番の新田に代わって7番の服部が入りました。服部はそのまま左に入るでしょうか。左に入りましたね。左一列下がってますね。これ、はい、平田が1枚上がりましたね、前列に。さあ中盤でセカンドボールはどちらが拾うか。山本つないでいく。井崎縦スルーパスはキーパー対応。キーパーいいですね。いやー、今でも絶妙なタイミングでしたけどね、はい。2番の井川は腕がまだこれギプスのようなものをはめているんでしょうか。何かね、あのサポーターというかバッテリーというか、ギプスをしてますね。そうですね、はい。怪我をしての出場。タッチ終わりました。横浜ボール。井川君は昨日もですね、試合出てましたけれど、はい、まあ、良かったですよ。ドリブルもうまいし、はい、シュートもいいシュート打ちますしね。今大会1ゴールを決めています、井川。さあここは一度最終ラインにボールを逃がす。ああ、横パス、ちょっともったいないプレーになりました。ベンジャミンを追いつかず。イメージとしてはいいと思いますけど ね、 そうですね、大きな展開、はい。さあテドンボールのスローイン、もう一度。後半の11分、1対0テドン小学校1点のリード。横浜としてはまずは追いつきたいところですが、ベンジャミン1人かわして中央にボールを預ける。左に展開します。代わって入った服部、服部から中、池田、池田から横つないでいく井崎。さあ縦、くさびのボールスルー、ちょっと中途半端になってしまった。しかしここはディフェンスライン落ち着いて、ベンジャミン、あっと、ベンジャミン倒されて、フリーキックは横浜です。そしてテドン小学校、さあここで3番のジュ・ユンソン選手に代わりまして、はい、20番イ・サンミン選手が入りそうです。右サイドバックのジュ・ユンソンを下げて20番のイ・サンミン。さあこれでテドンが4人、横浜も4人、5人ですか、テドンがあと3人交代枠があります。横浜はあと2人。さあルーズボール、ここは横、あとテドンが追いついた。なあ4分、クロスはブロックします。いやー、つなぎたいですね、当てないで、はい。さあセカンドボール奪ったぞ。縦、斉藤俊介、右に流れていく、うまくかわした。さあ横浜チャンス、
ゴール前、いいボールが入ってきた。キーパーと一体シュートいく。ナイス、ナイスキーパー。ハーフボレー、強烈なシュート。ゴールキーパーパクスンよ、今素晴らしい反応でしたね。そうですね、素晴らしい反応しましたね。もうあの予選から非常にシュート、ブロックうまかったですよね。それほど高さのあるプレイヤーではないんですが、さあコーナーキック、ヘディングの落とし、あ、枠に行ったように見えたんですが、ここはゴールラインを割っています。右ファーサイドを折り返し合わせることはできませんでした。さあここでウォーターブレイクになります。いや、先ほどのシーンを振り返ってみましても、横浜いい形で左サイドからの攻撃だったんですが、強烈なシュート、パクスンヨンジャンプして弾いていきました。本当に反応良かったですね。まあ、あの予選からかなりセーブしてましたからね。もう決定的な場面を何本もですね、はい、セーブして、あの勝利にやっぱりつなげてましたね。あの今の1番のパクスンヨン選手はフィールドプレーヤーよりも、高さはないんですが、反応がやっぱり早いんですよね。早いですね、はい。ただまあこの G リーグでもそうですが、韓国出身のやはりゴールキーパーのプレイヤー非常に多く、また活躍もしているということ で、 そうですね、やはり韓国のこのサッカーゴールキーパーのレベルの高さが伺える、そんなプレーでした。さて、後半の25分、1対0、手の小学校1点のリード、現在、ウォーターブレイクに入っています。さあこうなりますと、横浜、まあ、1点を追うというこの状況、先ほどのいい形になりましたかね。そうですね、やはりあの十分チャンスはあるかなと、まあ、マリノスの、まあ、はい、サッカーをですね、まあ、貫いていきながら、やはり最後のフィニッシュにつなげたいですね。まあ、あのテクニックはみんあの全員持ってますので、マリノスは、はい、まあ、しっかりボールをポゼッションしながらゴールまで行って、最後のフィニッシュのところですね、まあ、何本かチャンスありますけれど、やはりフィニッシュをもう本当に精度高く、打てれば、まあ、点につながってくると思うんですけれど、まあ、1点をリードしているテドンとしては、今割とこう、まあ、後ろ重心で引いて守ってカウンター狙いという、はい、まあ、これ狙いがはっきりしてますから、選手もやりやすいですよね。そうですね、まあ、あのベンチからもそういう指示が多分出てると思いますね、はい。まあ、さあ、はい、マリノスはやっぱり早くボールを動かすことですね。うん、なるほど、はい、ペドンとしては、まあ、うまくボールを奪ってからカウンターに転じたい、はい、そうですね、まあ、両者のいろんな思いが渦巻くこの決勝戦、横浜としては昨年この決勝戦でテドンに敗れていますから、やはり一矢報いたいという気持ちは強いでしょう。さあ選手たちがピッチに登場して間もなく試合が再開されます。後半の16分、間もなく30秒、1対0、テドン小学校セットプレーから先制しています。先ほど素晴らしいセーブを見せたパクスンヨン、ゴールキックでのリスタート。2017磐田 U12 国際サッカー大会決勝、左のエンドが黒いユニフォームのテドン小学校、右のエンドが白いユニフォームの横浜 F マリノスプライマリー。さあ左サイド突破できればというシーンでしたが、しかしスローイン、相手陣内に攻め込んでいます横浜。オールポゼッションでは横浜の方が上回っているかと思います。ただスコアは1対0、手堂小学校がリード。一度最終ラインに戻す、おなじみのスタイル、根樫から池田、池田が、あ、いいパスが通った右サイド、いい、ね、よく見ていましたが、はい、オフサイドか、際どいですね。この辺りどうでしょう、ディフェンス出身のディフェンダー出身の
石上さんからご覧になってテドンの最終ラインはかなりコントロールされてますか。コントロールしてますね。アニサギをしっかりやってますね。それでやはりこれで4つ目ですかね。そうですね。はい、さあ鈴木さん、ここでテドン小学校交代でございます、はい、14番のキムチャンヒョク選手が変わりまして16番のキムサンヨン選手が入るようです。14番のキムチャンヒョクに代わって16番のキムサンヨン、5年生の選手ですね。登録としてはディフェンダー登録。さあ一気に裏へ、ここはスピードがあるがゴールキーパー対応だ。変わって入った福井、セカンドボール拾えるか。奪った山本、これは山本のファウルですか。ショルダーチャージを受けて倒れて、その後の足が絡まったか。テドンボールのフリーキック。後半も19分、1対0。セットプレーの1本、ちょっと横浜には重くのしかかっています。前に放り込んでいく池田。さあゴール前に浮かせてセカンドボール、前に繋げた。さあ右に上がってくるキムウジン、折り返すが縦、斉藤には繋がらない。さあスルーパス、カットします。戻して前に蹴る、いいポストプレーになった。池田から、さあ斉藤、ちょっとボールが足につかない。諦めずにディフェンスに行きました。横、さあ横、まさにパスが通る。これ右サイド今、そうですね、通れば、はい、数的優位作れますけどね。そうですね、一気に前線ですが、お通ったぞ。さあ右サイド流れていって、ああこれはコーナーキックでしょうか。コーナーですね、はい。ちょっと一か八かのパスかなと思ったんですが、相手ディフェンダーが触ってコーナーキック。横浜の高さがあるディフェンダーの根菓子、畑のこの辺りに期待したいところです。ここで一本欲しいですね。コーナーキックは遠いサイド、キーパー触った、こぼれているがカウンターは成就せず。さあ右サイドからもう一回斉藤、クロスはブロック、もう一度コーナーキック。さあ立て続けに右からコーナーキックです。ね、なかなかキーパーいいですね。ですね、まあ、画面でも多分お分かりだと思うんですが、フィールドプレイヤーに埋もれてしまっているような格好なんですが、ゴール前、あこれは直接ゴールラインを割りました。斉藤のキック、ちょっともったいないプレーになりましたね。はい、ただまだまだチャンスはあると思います。後半の21分を回っています。1対0、テドン小学校1点をリード。それを追う横浜 F マリノスプライマリー。鈴木さん、はい、その追う横浜なんですが、永山監督も先ほど給水タイムでサイドに散らして早く展開し、運動量を豊富に早く判断をしていかないと作れない、やはり最後までやりきれ、走り抜けというふうに、ね、鼓舞をしていました。さあそのサイドから攻略なるか。ここはファールになりました。9番のファン・セイジュンのファールでしょうか。さあ横浜つないでいく、そのサイドへ、前半途中から入っているベンジャミン、縦くさびを入れて井川が右にはたく、一旦タッチを割ったでしょうか。割りましたね、はい、スローインでのリスタートです。なかなかサイドに振って、もう一度そこから展開がなかなかできないですね。あファールですか。あファールですか、はい、さあフリーキックです。ここはベンジャミンつないでいく、前に来たいな。さあベンジャミン、伊崎、ワンツーは縦、さあ右サイド抜けるぞ、井川からのクロスはクリアだ。タッチラインの攻防ですが、旗が上がっています。
スローインです。さあ横浜はこれ今いい時間帯に来てますかね。そうですね、はい、ここでもう一回ボールを動かしてやっぱりサイド、先ほど監督言いました、はい、サイドから攻撃したいですね、はい、さあかわしたぞ。ドリブルで上がっていくスピードがある、ダイナミックだ。さあかわしてゴール前ですが、あとこれは引っかかって、ファールがありました。8番のナ・ヨンフン、この選手も高さありますね。というか体が大きいですね、絶対的には、はい、当たり強そうな、スピードもあるしいいプレイヤーですね。さあそのナーの裏にボールが出ますが、ここはゴールキーパーだ。福井が大きく前に蹴り返す、ヘディングすらしたボールクリアです。デドンのディフェンスは本当に集中しています。まあ、昨年の大会では本当に力任せに押してくるチームの印象がありましたが、昨年は2トップにですね、はいはい、2枚速い選手がいまして、この2人がかなりグイグイいってましたからね。まあ、なかなか迎え撃つチームは対応できなかったという、はい、ただ今年のテドンはディフェンスが安定している印象がここまで見ているとありますね。さあ横浜最終ラインから左に開いて服部、中縦ですね。中村からもう一度服部、クロスはゴール前、ヘディングの落とし、サイドもう一度、今度は右からベンジャミン、中預けて打てるかな、打っていく、おお、いいシュートですが、キーパー正面。ただ今横浜いい形作りましたね。そうですね、なかなかライン、ディフェンスラインの背後にこう入れないですね。うん、なるほど、あそこに入ってくればチャンスはできると思うんですけど、まあしかしテドンもこれ最終ラインは6枚ぐらい入ってますから、そうですね、しっかり守ってますね。スペースがありません、さあ今度はテドンチャンスか。右よく見ていましたが、ここはベンジャミン、ナイスな読みです。セカンドボールは横浜、いやテドン。さあアディショナルタイム5分ですね。後半の25分を30秒ほど回っています。まだまだチャンスはあるか。1対0テドン小学校、連覇目前、それを阻止できるか。さあ左から、ここはチャンスだ。平田上がっていく、中へのボール、もう一度、まだある、横パス、さあ鈴木、お、あ、枠を外しました。ここは悔しい、決定的な場面でしたね。いや 今のは平田のいい崩しから、はい、また22番の斉藤もですね、うまく相手をかわして打っていったんですが、どうでしょう、ボール2個分くらいか。まあ、やはり真ん中はね、非常に固めてますから、やっぱりサイドからやっぱ攻撃したいですね。そうですね。さあ横浜ボール、服部が一度下げて、最終ライン畑野、ロスタイムは5分あります。今1分30秒もありました。ボールは根菓子、左手服部、左、さあもう一度平田から行くか、中、斉藤俊介、シュートに行く、あー、これも枠を捉えず、ちょっとやはり焦りの色は、そうですね、はい、ちょっと遠いですね、シュートもね、はい、今のは15メートル、20メートル近い距離でしたでしょうか、枠を捉えることもありませんでした。さあもう一度トライをしていこうという横浜、ただここまで流れがいい、うん、ゴール前、斉藤、さあまだいける、タッチを割ってスローインです。これ今もこの時間完全にテドンは守りに回ってますね。そうですね、守り入ってますね。さあ横つないで池田から最終ラインだ、ベンジャミンも高い位置、中央から左に振る、服部、さらに左、中、池田、
池田が仕掛けてファールはない。さあもう一度左からのクロス、ああこれは直接ラインを割りましたか。もったいないですね、はい。さあ手動小学校、ここでメンバーを変えてきます。ただ交代はまだ認められて、あ変わりますね。背番号16番、キムサンユンに代わって背番号15番のパクソジンですか。さあいよいよ残り時間が少なくなってまいりました。その差はわずか1点です。テドンが逃げ切るか、横浜が一矢報いることができるか。スローインはテドン、ここでうまくためを作ってまだボールを奪えない。一度オープンスペース、ゴールキーパーまでボールを下げます。さあもう一度ここは仕切り直し、アディショナルタイムはあと1分。畑野が持ち上がる、一気に前線にですが、これはちょっと通らないか。セカンドボール、うーんここはテドンが上回った。もう一度、さあテドンはサイドにボールを送って時間を使ってこようと、これはカードが出されます。7番の服部、フリーキックはテドン。アディショナルタイム残り30秒を切っています。1対0テドン小学校がリード。フリーキックでのリスタートです。さあ今時計の針はロスタイムも回りましたが、ゴール前に放り込んでヘディング流したボール、ゴールラインを割ってコーナーキック。横浜としてはかなり厳しい状況になっています。1対0手動小学校1点のリード。時間の、ね、使い方がうまいですね。うまいですよね、やはりこのあたり韓国で3冠を達成している最強チーム、戦い方を知っています。知ってますね。ゴール前流れていく、これは直接ゴールラインを割って、さあこれがいよいよ横浜最後のチャンスになるか。ゴールキーパー福井蹴っていく。まだ主審は今時計をちらっと見ました。あっとゴール前危ないぞ、テドンチャンスだ。折り返しは流れていく、そしてこの瞬間に長いホイッスル。岩田 U12 国際サッカー大会決勝、韓国テドン小学校1対0で横浜 F マリノスプレイマニーを破りました。テドン小学校連覇達成です。さあピッチ上に仰向けになって喜びを表現したのはテドン小学校のメンバー。そしてなんともちょっとこれは悔しい敗戦になってしまったのが横浜 F マリノスプライマリーです。石上さん、はい、1対0というこの結果ご覧になっていかがでしょう。もうゲーム自体はもう7割8割方もうマリノスが横浜ですね、はい、はい、リードしてましたけど、うん、まあ一本のコーナーキック、はい、これが、まあ、ゴールにつながって、まあこれだけでしたね相手は。そうですね、はい、ただ去年のまあ決勝4対1の大差でテドン小学校が勝利したゲームと、比べて見てみると、これはやはり横浜がこの1年で随分成長を、したというふうに考えればよろしいでしょうかね。そうですね、はい、非常に横浜の選手は、うん、まあ一人一人が、技術が高くですね、まあいいサッカーをしましたね。まあでもパワーの、テドンに敗れてしまったということでしょうね、はいはい。
さあ先ほど両チームの健闘をたたえてスタンドから大きな拍手が送られました。2017岩田 U12 国際サッカー大会の決勝、韓国テドン小学校対横浜 F マリノスプライマリーの試合、1対0でテドン小学校が見事2連覇達成です。まあ韓国で昨年3冠を達成している最強チームですからね。そうですね。ただその韓国最強チームに対してやはり試合で、まあ、ゲームを支配したのは横浜の方だった。これまた横浜ちょっと来年はぜひまたリベンジ果たしてほしいですね。そうですね、まあ、できれば、この県先発とかね、ウエストとか、はい、まあそういうチームもそうですね、決勝まで上がってきてもらえばねまたいいかなと思いますけれど、今年はウエストが非常に良かったんですけどね。良かったですよ、はい、ほんのわずかの差 で、 そうです、ね、はい、この3位決定戦あるいは決勝に進出することはできませんでした、はい。まあ、言ってみればウエストといえば連合チームなわけですよね。そうですね、この天竜東地区の、はい、選手が集まったチームですけど、連合チームながら一昨日までは、グループ B の2位でしたっけ。はい、失点は0だったんですよ。なんですよね、しっかり守って、はい、いい攻撃を仕掛けてましたからね。うん、はい、まあ、昨年とそして、今年の大会、3位決定戦決勝全く同じカードになりましたので、本当にジュビロ磐田、はい、それから清水エスパルス、はい、あとは県選抜、県ウエストのチーム、来年こそはぜひ、そうですね、決勝まで上がってきてもらえば、はい、本当に嬉しいですけれど、さあこの後勝利チームインタビューの準備ができ次第、お伝えしてまいります。そして、この後、表彰式、閉会式など、また行われるということで、まあ、今年で2回目を迎える、この磐田 U12 国際サッカー大会、見事韓国の最強テドン小学校が連覇を達成しました。さあどうやらテドン小学校の、メンバーが今こちらに来てくださっているようです。そして、閉会式表彰式は準備ができ次第、お伝えしていくということで、今はこれはもう発表してよろしいですかね。大会 MVP もどうやら決まったようです。これ大会得点王は名古屋グランパスの鈴木春人選手、今日ハットトリックでしたからね。そうですね、多分もう決定じゃないでしょうかね。8ゴールは圧倒的だと思います。そうですね、はい、まあでも今日まあ、名古屋の鈴木君もそうですけども、まあ、中学生になったり、まあ、ユース、それから将来、はい、本当に楽しみな選手がいっぱいいましたね。さあそして今入った情報で大会 MVP はテドン小学校ゴールキーパーのパクスンヨン選手にどうやら決まったようです。そしてここで勝利チームのインタビューどうやら準備ができたようです。では細田さんお願いします。はい、こちらさあヒーローインタビューということで、さあ話を聞いてみたいと思います。さあ改めて会場に集まりました皆さんにもぜひ、ね、ご注目いただけたらと思います。さあそれでは優勝に導きました、先制点ゴールを決めました13番のカンヒョン選手からお話を聞きたいと思います。さあナイスゴールでした。うん、ジョンゴールやったよね。ゴールちゃん좋았어。제파트너비미니가잘올려져가지고골을넣을수있었던것같습니다。あのパートナーの누구휴민요。휴민6番の選手がいいボールを上げてくれたのでゴールを入れるだけでした。やはり2連覇ということでテドン小学校強かったです。やはりその強さの秘密教えてください。2연패で그우리잘하는비결이뭡니까저희코칭스태프분들덕분에우승을했던것같습니다。コーチングスタッフのお金で優勝できたと思います。
やはりそんなところに鼓舞もされました。また今回磐田市内でもね、この開催されたホストファミリーだったりとかのサポートもあったかと思いますが、いかがでしたか？うん、이번에 그 磐田市ホストファミリーホームステイ도했는데어땠어요？정말좋았고친절하시고정말잘대해주셨던것같아요。あの本当に皆さん親切にしてもらって、僕たちも楽しい時間が過ぎました。皆さんにお礼を言いたいです。ありがとうございます。さあこれからの目標を教えてください。いや、アプロ目標もみにか。アプロ。ハランデギは왕정연남은데우승하는것이목표입니다。あのまだこの後韓国に帰ってから全国大会が起こっているので、その2つの大会に優勝することです。ありがとうございます。ゴールを決めましたカンヒョン選手にお話を伺いました。さあそしてゴールキーパーパクスンヨン選手にもお話を聞きたいと思います。優勝です、おめでとうございます。ありがとうございます。さあマリノスとの対戦、守り抜きましたね。マリノスへそう半ゴール集中も半ゴールとあねるんでチャイチキョンねよゴールテレチャイチキョンそう。で、저희친구들이먼저골을빨리넣어줘가지고제가ゴールを決めたんですね。あのみんなチームの同僚が1点を入れてくれたので、僕はその後ゴールを守るだけでした。やはりテドンの強さどんなところにあるんでしょうか。テドン초등학교는어떤그관점이뭡니까？관점왜잘하는강한점テドン초등학교의강점은세트피스와그강한멘탈이고그리고강한피지컬로저희가우승할수있었습니다。あの僕たちの強いメンタルと強いフィジカルと、セットプレー、そういったことでね優勝できました。いやゴールキーパーとしても本当ファインプレーの連発でした。個人としてもやはり思いもあったんではないですか？現状으로어떤마음으로이대회를참가했어？저는아주죽기살기로이대회는꼭우승해야겠다는생각으로임했습니다。もうこの大会にかける気持ちというのは強い気持ちで、死んでも優勝したいと思っていました。またホストファミリーの皆さんもね見守ってくれました。岩田市の皆さんも見守ってくれました。皆さんにメッセージいただけますか？이번에ホームステイ집에서도응원해왔는데岩田市市民들이다응원해줬어그걸그런것에대해서감사의마음을해줘야되지않을까？네ホームステイ해주신그부모님들그리고같이해주신같이와주신岩田市民여러분감사합니다。あのホストファミリーの皆さん、あの今日も応援に来てくれて、お父さんお母さん本当にありがとうございます。であの今回、ね、たくさんの磐田市民の人たちも応援してくれてると聞いてます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そして改めてテドン小学校の皆さん優勝おめでとうございました。カンション選手そしてパクスンヨン選手にお話を伺いました。おめでとうございます。以上勝利チームインタビューの模様をお伝えいたしました。いやまあ、この画面でご覧になった皆さんもお分かりかと思うんですが、本当あどけない笑顔というか、しかし石上さん、今回のこの大会からですね、また将来の、J リーグあるいは K リーグ、海外なんていう、そんなプレイヤーもきっと誕生していくんでしょうね。まあこの大会から多分出てくると思いますよ。はい、ぜひ今日のテレビあるいはスタンドで応援された皆さんもですね、ちょっと気になった選手のことは絶対に忘れずに、また我々もね伝えていける部分は本当にお伝えしていきたいとも思っておりますので、ちょっと本当に将来が楽しみな選手がまた今年も集った2017磐田 U12 国際サッカー大会、磐田市磐田スポーツ交流の里ユメリアよりお送りしてまいりました。大会を制したのは韓国のテドン小学校、これで2連覇ということで、これ特にね日本のチームまた迎え撃って、来年こそはそうですね、はい、勝ってほしいですね。はい、石上さん、今日、この4日間の大会、はい、振り返って昨年に比べて今年、非常にまたレベルが高くなってきてます、はい、また来年もですね、よりレベルアップしてですね、この大会での中からたくさんの J リーガーがですね生まれてくる、あるいは K リーグの選手、日本代表選手、韓国代表選手、あるいはタイの代表選手、そういった
形でね、これをステップアップしてもらえると、まあ、私たちも嬉しいんですけどね、はいはい、さあまた来年もきっとこのユメディアのこのピッチでは素晴らしい戦いが繰り広げられるのではないでしょうか。ではまた次回お会いしたいと思います。放送席解説は石上芳典さん、実況は鈴木誠也でした。石上さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では皆さん、ご覧いただきありがとうございました。この辺りで失礼します。はい、失礼します。